どんなゲームですか、前園さん。いさかい、争い、憤怒、つらみ、妬み、すげえな、くるぶし、くるぶし、というわけでやっていきたいと思います。やっていきたいと思います、はい、ラブ分隊、ラブ分隊、ラブ分隊、いつ始まんの？ちょ、なんか右上のやつ怖いって誰か、ね、これなんかチート理由に怖いって怖っ、無視無視これはね、どうせないけど、ラブがあなたの入隊を拒否とか言ってんだけど、音のっけまーす。でもクズハも入ってる、僕ら入ってる、入ってる。あ、ほんと？え、これイエスでいいの？これ今あれ、軍法会議にかけられてる右上のやつ。軍法会議にかけられてる。これは、この、まあ、簡単に説明すると、このマップに赤い部分が敵陣ね。うん、それはそうじゃん。うん、で、この赤い部分のブラビルっていう拠点を取ったら勝ちなのよ。ブラビルを目指せばいいのね。ブラビル、鍵かかってるっしょ。ロル、うん、だからルートドゥユーアラを取らないと、まあ、ブラビルを攻めるの？ブラビルを取ればいいの？順番に取らないと取れないのよ。じゃあまずはルートデュー、じゃあルートデューアラをで、ブラビルってこと？そうで、リスの方法だけど、このリスポンス点が今7個ぐらいあるじゃん、右上に。うん、あるある。え、これセントリー参加をしたもん、みんな。俺じゃあギャリソンリスポン04いい？まだ待機してる。04ね、04破壊されてるから043にしよっか。3? ギャリソンリスポン3？ ギャリソンで展開ね。ギャリソンリスポン。この展開は40秒に1回自動的に展開されて、その波に乗れないとまた40秒みたいな。みんなそれでいいの？一斉に復帰するタイプ。あと15秒で一斉にみんなで分ける。おっ、一斉に開催される。え、俺先は行ってるけど、俺先は来よ。あ、オッケーオッケー。もうそれでは40秒の波に多分俺らが。あ、これちょっと切り替えにしたいな。今3で湧いたよね、みんな。大丈夫？3だよ。うん、え、もう押すよ、セントリーさんか。おい、設定だね。設定。思った、このゲーム。めちゃくちゃ綺麗なんだけど。来た来た来た。展開、展開をして、ヒム。あ、オッケー、ヒムした。これ、ヒムした。ヒムじゃねえだろ。ヒムじゃねえよ、お前。これ、オプションどこあるの？ヒムじゃなかった。オプションはエスケープで右上。やばいよ。みんな、どこ？あ、いた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 。合流しよう。合流しよう。いや、お前、AB を純朴な青年なんだけど。じゃあ、じゃあ、知らないわ、しかし。どこで行ってるの、お前、俺は。お前、まだ、この、チンペだろ、お前、まだ。じゃあ、まずはついてこい。じゃあ、味方さん、おっと、やば。味方さん、どこですか？いや、緑色の、なんかマーク見えるか、緑色だね。結構離れてない、みんな、俺ら。ね、結構重い、このゲーム、もっさり？もっさりしてる。あ、もっさりしてるか。よかった、もっさりしてるゲームなのね。切り替えにしたいんだけど、ね、オプション開けないの、オプション。オプションにあったら切り替え。オプション、じゃあ行ってくるわ。え、オプションだから。50対50らしいです、皆さん、このゲーム。5。どこどこ、切り替えどこにあんの？どっちが方角？まあ、マップ見て。M でマップ見れるんで。あ、切り替えどこにあった？発射？発射じゃねえや。照準の。右クリとかじゃないのか。うわー、死んだ。死んだ。ADS 切り替え。ADS 切り替え。ゆうちゃん助けて。俺 ADS 兵じゃないっすよ。助けて。ありがとう、ありがとう。衛星兵、これ誰が取ってる？ありがとう、ありがとう。衛星兵あれじゃない？X じゃない？助けて、X くん。俺が取ってる。ルビオどこに湧いたの？俺、いや、統制だろ、お前ら。この緑派に全然。なんか蘇生された知らない人に。PT っていう人が蘇生してる。PT、これ別に関係ねえやん。これ、なんだよ。待って待って、ADS 切り替え。こんなところで湧いてんだよ。なんだよ、これ。オッケー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 、ついてくついてく。マップのさ、緑色のリンゴって何？行くぞ。枠ポジだね、負ける。お前枠ポジか。お前目に光やべ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 んだけど。エビを目に光がねえんだけど。こいつもう向か向か絶望してる、この現状に。西側の戦士にこう変えるんだよ、俺たちが。西側に戦士。俺らが変えるのか。マジで。待って、なんか3人目いない？3043。一人遠くね、これ誰か。おい、施設で。エビオとクズ離れすぎだろ。施設で番号で呼ばれてたやついるぞ。遠いぞ、これ。全然話聞いとらんやつおるやん。違う、3で湧いたって俺とクズさん。湧いた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 。オスビスまで。もう次、次8ね。あ、オッケー、俺ね、オスビスつきそう、今。オッケー俺のクズさん今一番後方は持ってるから。そうそう、これ開けられないの、これ開けれない。基本アイテムとかない。イブ行けるよ。あ、そこ固まってるね。じゃあ僕イブちゃんをフォローするわ、とりあえず。オッケーオッケー、ムカムカムカ。左の人が爆発してる。あ、ここ金谷さん、これもう2つあるの気をつけてください。何がある？
順手で聞こえない。マジ戦場。これ何？特攻隊長。隊長確認しないと死体かどうか。おいちょっとまず自分の名前を言いなさいよ誰。誰だよ。やばい目の前に来て。空襲でも受けたか。蘇生して蘇生。クレナとクレナと戻ってきました。オッケー前線にたどり着いたそれら。俺も来たぞ。リスイチあるかリスイチある。やばい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 。うわ。カナから大丈夫か衛星兵帰ってきた衛星兵じゃないけどお前を助けることはできないのこれはできないのかな無理なのかなあカナから撃たれてる戦場だからこれ痛いリス分けるよでもリス分けるよカナから撃たれてるってごめん気をつけて気をつけてギャリさんもう一回ギャリさんこっちいたかあギャリさん分けないんだけどアウトポストリスポン4名古屋港行ってこれなんかさマップに直接触れたらさ三角形のとこ直接触れるからはい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 そう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 緑色のとこ分けるどこ行けばいいのねじゃあ展開するわ前線行こう前線これさ合格定俺らが変えよ俺らがルートデュアラ落とそうあーなるほどねちょっと入れて天然的もマジで協力しようそ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 う。この地点はリストラできない。リストラれてる。オスピス取られてる。じゃあもう一回一らへん。また軍法会議かけられてる誰か。やべやっていいの？暴言を理由だって。暴言入ってる。いやでも怖えよ。みんなオスピスの近くいるこれ。2人のとこ出たいんだけど。え、オスピスも。オスピス分けなくない？あ、でこれエリアが取られてくんだ順番に。取られてくから。ギャリの位置じゃね？ギャリー1展開しようあーこれ人体合戦だおもろいじゃんやるほど今かよ今やって何も分からず送られた戦場にで真ん中のあれかエリア取られたんだ今これ赤色って今ねもう真ん中取られたから何周辺のラジオが壊れたあー多分ギャリソンからじゃないと復帰できないじゃないそう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 だんだんねあのリスポンチェ壊されたみんな固まってたよ50人なんでなんでお前の ID 名古屋港なんだよ名古屋港誰だよ俺じゃねえぞそれ名古屋港俺名古屋港やったやった正面やった気軽に名港って呼んでほしい全然あそれやりこれハンマー何に使うのハンマー何にも使えないスレッジしよう何にも使えないシンプルに投げるだけそれ本当にナイフとハンマー持ってるの何どっちが捨てるのか結構あるよね本当だハンマードア開けたりとかできんのかななんかできそうだけどな設計レースを実際攻撃的に使用するそれ以外の敵がいるんすかこれ敵結構近づいてお前撃っただろかねクレネファイヤー戦場だぞ戦場後ろに立ててマイクルなんかうってーうわもう血まみれなんだけどもったいない殺しちゃうよんおい固まれお前らいやでも戦場でやばいエクサイルそこ行くと死ぬ待てお前死ぬぞ死ぬな！プチコ人に。いかれるよく生きてんなお前。いや俺なんか生きてる。まだ前線を上げよう。そうだな。おいなんか左にパラシュートで上陸してるやついるぞ。ノルマンディ上陸作戦やってるよ。どこここ。上からは行ってないあれは。みんなどう？俺とカナから固まってる。海から行くやつか。あれ海から行くやつ。一人やった。何死ぬ？やばい。ミラヒムだいぶ前線今。だいぶ前線。俺ら限界ポジ。わあ死んだ。何で死んだこれカナか俺ら。どういうこと？あれ？お前らさっき隣にいなかったかいやおい嘘だろカラエミナトおい、なんだ違いかいや、ちょっとクズハさん、こっちどこどこどこ何で死んだんだ、今俺らこの道沿いに行こうじゃオッケークレイモアか俺らが、この戦場、戦況変えよう変えるしかない変えよう前線にやってる、前線にやってる高いっすよ、高いエクスあれよ、なんでそこで生きてられんだいや、怒らなんかめっちゃ怒ってるわ前線で生き残ってるねあいつ、あの緑色の光はもう一人、もう一人やった純目が死んでるから純木な少年5人固まって少年兵エクスアルビオがよく耐えた、お前はでもだからさ、みんなもうスカッとしてやめろ、押すの通れねえよこちらこちらこそと名乗り、こちらこそと名乗り。市街地に突入した、市街地に突入した。市街地に芸能人が来た。無線機来た、無線機。前線からの報告来た。いや。おお、いいよいいよ。ナイスクリア、ナイスクリア、いいクリア。めちゃくちゃ音質いいやつ使ってるやん。いや、時代違いすぎる。ハイエンドな無線機使ってんだ。右上らへんから詰めてみるか。リスイチを前線にちょっとずつ俺が上げていくからリスイチ作れるんだよね俺だけしかむしろ前遊び
お前の敵を取ったぞ。あ、名古屋港。もあれキャラによってなんだ。俺衛星兵だったら起こせるんだけど。うわ、俺は復活できる。俺強襲兵なんだよな。これ、ここに大奴が。走るの危なくない？走ろうか。危ないから。ここ危ない。ここ危ない。イブちゃん、報復のボタンは ?ZZZZZZ!オッケーナイス。しゃがみで十分かも、ここまで。しゃがみ何ボタン？しゃがみはね、コントロール。コントロール。もう死ぬのここ。しゃがみだからも走れる。しゃがみだからも走れる。警戒しろ。ライフル兵の人は、あの、マウスホイールで時計みたいなやつ選べるんだけど、その時計がアウトポストを設置するやつだから。時計持ってねえな。時計持ってる人は時計、まあ俺がね、ガンガン置いてほしい。あと80秒。おい、これいるぞ、ここ絶対。ここから二人ともこっから戦場だからこっからそうだね、オッケーオッケー、最初の中央払って俺追いついた、追いついた、金谷さん、大丈夫、オッケーオッケー、金谷さん、おい、ギャリソンのリスポーン3にさ、見た、夜見たストレスが溜まると人は立って打ち出すって、ギャリソンの3結構離れから強襲できねえ、あーこれね、これテクイかもしれない、金谷さん、金谷さん、俺ら金谷さんに続いて、続いて俺ら続いてこい、金谷さん続いて、この道怖いんだけど大丈夫、あ、いいねいいね、この自然畑みたいな場所、なんだ自然畑だ。誰もいない。平和じゃない。正面倒れた一人。気をつけて。正面になってことはやばい。気をつけて。ここからもう構えるよ。俺さ、中継地点を置けるやつがいないの？俺は置ける。あ、置けるんだね。キャラに寄ってね。もう銃立てるぞ、銃。やばい。引け。銃立てるぞ。下がれ。下がれ。起きてんだけど、右のルートから起きないんだよね。この辺にそう置きたいよね。それやばい、それやばい。蘇生ある？僕蘇生して。蘇生ない。あるある。これもういるからな。ナイフはさ、やばい。一撃とかある。え、あれ、カネさん生き返っちゃったそれ。あ、ん？あ、別の場所行こうかなって。オッケーオッケー。あー、なるほどね。めっちゃ銃声聞こえるって。横から詰めるから。前線押さえてくれ。リスエチここに作るからね。痛い。ガチ痛い。やばい。痛い、ガチ痛い。戦場いるよ、これは。これはガチ。2発。これはガチの戦場。ガチで戦場いるやついる。ガチで痛い。これ行くよ。僕さ、ちょっと下大きく回るからさ、でライフルで2発火星出せるような。痛い。右側1人やってる。うわ、殺された。できねえ仲間。お前よくトリガー引けるな。え？お前人を殺すんだぞ。まだ殺してもね。お前よく人殺せたな今。3本とか投げてみるか。一回やってみ。レスなくなってるこれ。俺のところあるよね。行ってみる。なんかさ、安全なさ場所ってないのこれ今。あるわけねえだろ、戦場に安全な場所なんか。戦場に安全な場所はねえ。ないんだ。あ、ヒムのね、リスも壊れてるわ。あ、壊れたんだ。てか俺多分ね、歩いたら死ぬわ。ここが横で友達死んだわ。すごいスポットなんだよな。これでも相手でもさ、陣取ってこないでなかなか。いやなんかお互いに攻めあぐねてる今、まあ、結構ついてこ いロシアの人、ああまあでも上混雑してるけど、上からでも行ってなんか空気感つかみてえな、ちょっと待ってよ、激化してるところね、激化してるところつかみたいな、やっぱ上熱いよな、上熱い、やばい、上から風刺効果を押さない、やばい、やばい、飛行機だ、エゴリングだ、ああ物資、救援、救援物資だ、あ物資か、助けに来たよ、ちょっと待って、横で味方死んでんだ、不安びねえ、助けに来たよ、こいつ本当に死んでるか、オスピス詰めれんくない、ちょっと距離ある、なんかね、下から詰めてるわ、味方見てこれさ、あーなるほどね、下回ってる今 B で近接攻撃、俺ら正面から頑張ろう、俺ら正面死ぬ気で抑えよう、もういいよ、あ、いいよ、イブちゃんナイス、耐え、ここはよ、突っ込め、突っ込め、あ、ちょ、名古屋港ね、名古屋港、おい、ビビってじゃないぞ、家族はいるか、俺のラインは、家族が待ってんだ、家で、このラインまで大丈夫、お前死ぬやつや、フラグすごいぞ、俺とナヤズミさんのラインまで大丈夫だ、近接攻撃どれだ、絶対生きて帰るから、足りるな、この正面二人は、おい、絶対死ぬやで、枯れてるやつ、みんな結婚しよう、ナヤズミさんが死んだぞ、お前、頭おかしくなってんじゃん、ナヤズミさんってまだ生きてるそれ、待って、報復ってどうやんの、報復、報復絶対らしいぞ、オッケーオッケーオッケー、ハッカー、これなんだこれ、じゃあ、命の価値、俺んとこ抜かれるからそれちょっと離れて、いや激化してるね、蘇生の方がいいかも、やばい、蘇生できるのまだ、イップなんて言うんだ、まだいける、まだいける、イップタップ性、蘇生じゃないぞ、イップタップ性、イップタップストレーフ、イップ蘇生か、バカやんただの、イップタップストレーフ、大丈夫、名古屋君絶対助ける、いないぞ、敵、あおた、絶対助けてくれるやつ、いた、うまいって、うまいな、ふわみがそれまだ蘇生しないで、あ、オッケーオッケー、
あの、ま、衛兵兵が戦場の医者がいるからうちには。やってくれるんだ。助けて。死亡確定したくないです。まだ。長屋子。衛生兵。長屋子を助けて。あいつ家族待ってるやつ死んだ。衛生兵。家族待ってるんです。あ、衛兵兵殺されました。衛兵死んだ。おいで死亡確定。おい、こっちの戦車の援護が来たぞ。え、これ戦車さ、俺らも乗りたくない？さ、このゲーム反動強すぎるな。反動がめっちゃ揺れる。いって。バン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 って。やべえんだけど。これ待って、全然リスポーン地点遠いぞ。いや、裏切るわ。これさ、スコープだってさ、きつくねってか。いや、ね、緊張じゃないと。スコープないこのゲーム。なそんな甘ったれたこと言うな。いないよな、ナイフでいっか。俺ら安い装備で戦うように訓練されてるからな。指示され出されてる。ナイファーだけで戦えってこと。ああ、味方が、あ、後ろいる、マジで後ろいる。いや、臨場感パナマジ。パナイね。やったか。パナイね。急にあとこれ90分続く。そう。まだ一ゲームずっと長いんで皆さん。いいねいいね。バレー一緒に行くぞロト。おい、戦車が来てるぞ。戦車についていこう俺。え、エビ君がいるなら生き返るってこと？俺死んでるからどっかにラジオ置いてほしいな。俺とカナカナと X 一緒にいる。うわあ。カナさん今どこ？後ろいる俺。後ろいる後ろいる。あ、そう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 、生き返れる。まとまった。どうやってオスリス入ればいいんだよ。いや、オスリス入れないんだけど、これ誰かさ起点聞かせていけないのか。これ俺に任せろ。全然いけんの。アリス、お父さん行ってくるからな。この辺もう敵いるかってか俺ら。いや、まだいないでしょ。ここ30分かけてほふくで裏から入るわ。あー、いいねいいね。おい、なんか弾丸飛んできた。時間かけるゲームだから。そう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 、これもう本当のウォーだからね。なんで結構音がえぐいんだよな。近いんじゃない？あ、戦車？いや、これ味方の戦車だよ。でもなあ、なんだ、乗せてもらおうぜ。乗せてもらいたいな、これ、マジで。無理か、もう戦車進んでるよ、もっと課金したか、これ誰か。めんどくせえから走りで行くわ。ラジオ持ってないね、多分リスポーン誰か置いてくれね、もっと俺ね、置きたいんだけど、置いても壊せちゃうの。敵陣地で置くと多分壊せちゃう。確かにちょっとキャラのあれ変えてもいいかもな、また次やるべき。とにかく前線目に欲しいわ。そうだね。残壕に俺出るしかない。怖い怖い。飛信隊行きます。人を見返すと味わいたいんだよな。絶対やばい。このうちめっちゃやばい。このうち絶対やばい。このうちやばい。大丈夫大丈夫、前線は俺が保証する。やばい、やられた。前線の車がやられてる。草むらに敵がいる。草むらに敵がいる。伏せろー。右から行こう。ここやばい。エクセ右から行こう。右から右の残壕入れ。右の残壕入れ。この残壕入れ。残壕右の草むらの中でやられてる味方が。ここで戦い。こっちこっちこっち。これ銃をね、そこに多分撃たれる奴らに。射程切ってる、射程切ってる。この坂を伏せていくよ。俺マヤトネさんとこの辺がちょっと遠くで様子見るか。様子見よう。これ俺は前方。これクザさんとか目指そう。俺らバレたら死ぬ。右の草むらで気をつけろ。こっちの追いかけ。ピンピンしゃがみながらこっちになるけ。おいおい、そしてか随伴するか。この草むら気をつけろよ。いるぞ、そっちも。まあ弾飛んできてる。いるぞ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 。いやでも俺スイッチ置きに行きますわ、マヤトネさん。俺みんなのところ。アリス、お父さん頑張ってるぞ。オッケー、こっち。こっち。こっち。オスリス。オスリス。金粉。ただいま。オスリス。ただいま。やばい。クザさん、やばい。それ来た。煙に巻いております。何も見えない。クザ。エックスがやられた。無線中に死んだやつ、俺。エックスやられたんですよ。衛星いませんか、近くに。やばい、やばい、やばい、やばい。俺今リスポーンしてる。あ、たまだ。あ、耳を、耳をかすめてる。やばい、耳痛い。下ヘリがいる。強すぎる。衛星。助けて助けて。だいぶ進んできた、進んできた、だいぶ進んできた。前線結構前にリスポーン位置置けたぞ。置けた置けた。行くわ行くわ。それそれか。ナイスナイス、アウトリスポーン行くわ。停止変更も位置あるんだ。あ、俺し復活しちゃったしちゃった。これ途中で変えるんだ。分けた分けた。ナイスリスポーン。残酷入るな。停止もあ、クザさんもいる。オッケー、いよ。イブラム、そっちの草むらから行く。なんか温泉、温泉、温泉湧いてね。温泉湧いて、温泉湧いて。温泉マンか。あったけのよ。あったけ、あったけ。おい、あの前の PT についていかないか。いや、この三人分隊のあの PT なんかね、よく見てくださいっき。あれも一人死んでね。正面死んでる。これ戦いに行こうぜ、正面四人でもう。ああ！ど真ん中いるな。うぜ、うぜ。一人だ。ねえねえねえ。
もうからめっちゃ前線にいる。衛生兵はいないか。マジで何でしょ。助かった。ようこそって書いてある。これ敵どこに溜まってんの今一番。どこなんだろう。いや、それ後ろ。自分の体回復させてそれ倒台で。ありがとうありがとう。いや俺はもうちょっと。こんなところで、こんなところで死んでたまるか。大丈夫か。ナイスナイスナイス。エセライブラヒムが死んだから絶対もう置けないんかここに。やべえ。エセいるけど遠いよ。いやもうすぐ行けるすぐ行ける俺。今最前線に立ってる。じゃあ影さんだけ別動隊でなんかあのノラのこと一緒に頑張ってくれ。影さん頑張ってそっち。俺らも上から。別動隊向かいます自分も。こっち別動隊が上から行きます。やばい。自分も穴が開いてるルートから。ソラからの攻撃が前だ前に行くんだソラから全員がやばいです目の前に戦車があるやばいやばい自分の庭から撃ち出しております死なないで前にスモークオタク前線に出るぞ敵エリア入りましたカイロ全然前進めないってカイロ入りました突っ込めオスビスじゃないのオスビス目の前にいるものはたとえ味方でもエースオスビスでいいのかこれやばいってああ戦車が動き出してる極限状態やばいやばいやばいありがとうまたお前に助けられたななんでそこまでいけてんだよ目の前に穴が開いておりますやばい撃たれたやばい無理だごめん倒してくれそいつは嘘だろお前の仇は仇は取ったからなアルディオみんな死んでたんだどれだけ助けられたか何でやってるやられたいや聞こえるこれ残酷にうわ全然わからん痛いもう死ぬうわ上の道無理か上の道ちょっとずつリスポン作っていこうぜこれ頑張っていや上の方がいいかもね俺がいる残酷に敵いるこの残酷に敵いるもう戦車長穴だ戦車使えんのこれおい誰か狙撃兵やんね戦車兵がいるはずそこかあと狙撃兵はねこの残酷にいるぞあーそうなん残酷内でなんかいい感じのでも狙撃兵強襲兵衛星って銃持てないよなあのスナイパーがスナイパーがいるわスナイパーって何で使えるのライフルでスナイパーはねスナイパーね専用のところに入るどういうこと団子行きますタラヤさんちょっと団子倒さないよ叫び声アウトポストリスポーンナイスこのリスイッチマジ敵いるからねそれでかいそれがでもリス狩りの大きな来たよここリス狩りのやつやるぞ絶対にいやもうなんかお前リス狩りおるやん本当にエセ兵待ってるね一人やった一人やったエセ兵頼むリス狩りがいる真ん中におい誤射したプレイヤーを処罰しますか誤射してるやつだね名古屋港俺を攻撃できんか大丈夫えこれさエセ兵ってさ近くいる今今行けるよもう俺今行けるあのエクサルビューが湧くわおいあの戦車味方か敵かわからん残酷取れた？残酷取れたっぽいか。中にいる中に。ナイス。オッケーオッケーオッケー。ナイスマジで。俺はね、思うんだ。あえて真ん中を進もうと。ああ、ど真ん中ね。オッケー。ありがとう。おいなんか戦車が。先生先輩。先生待ってました。ありがとう。残酷ありがとう。オッケーオッケー。助かった。最初行くよ最初行くよ。ここの残酷まで生きてんだよな。こちらこそは戦車の残酷に殴る。オスビスの潜入に成功。おおマジでてかなんかオスビス入ってるやついるぞマジでいけるんじゃない今なワンチャンあるか今巻いた何のこの何のこの今度はナイフの方が早いねいやいける木を適当に投げる前そう木で適当に前だよグレネードしかないんだよな木じゃなくてああそう職業によってはねないのよああキャラによるんだなるほどねこの辺に木耐えてるいいねいいでもそれに上ずるわナイス木どうしようお姉さんの方がリスポーン作りたくないヒムこれね赤のところにリスポーン作るとね壊されちゃうんでねあなるほどねあバレた金さんもだいぶ有利今ここあの道として有利全然ライフル兵だけどさ敵を認識できないんだけどいやめっちゃ入ってるよ中これ俺ら敵を認識だいぶ来てるだいぶ来てる俺ら確実に前線を上げてる今おなんかむっちゃ裏取ってるやついる右いる右いる右いる了解これどこかで俺ライフル部隊で何できるのこれ入って中なんか倒すだけ中を倒して荒らして待つだけ待つ感じね仲間をそうあの残酷まで生きてえのにいるあもうヨセビスすぐあそこいる気をつけてあそこいるエイカいいよいいよアリスに渡すあいいいいいいヨセビス近いヨセビス近いカラエさんやれた
今やばいかそっち。やばいんだ。お前ら守れねえわこれ。わあ、前攻めさ。しかも行き止まりだった。俺は行けたけど。これさ、腰打ちのせいだ。どんなもんなんだろう。いや、雑魚でしょ多分。腰打ちむずそうだよな。危ねえよ。クザそこ危ねえよ。了解。あの目の前の団子をピンすから。あれ？ここから。お前死んでね。見て。先生、あの前攻めさんのところが団子になってるからクズはそこまで走れればワンチャンある。レセ兵な。走れないんだねこれ。レセ一人しかピックできないもんね。そう。そう。レセ兵できないんだよね今。重要だよね。狙撃兵誰がやってんだろうこれ。わからんよな誰がどれに配属されてるか。配属されてるのわからんのリアルだ。手前の壁までつこう。オルビスの外壁まで。ねえねえそこまで。はいつこう。オッケーオッケー。ほん。やばい爆撃。何でやられた。誤射したプレイヤー、いや、処罰しない。じゃあ、支援兵行くわ、支援兵。味方の風爆か、これ。そうね。あとは、戦車破壊する兵もいるよ。いや、それもうね、仕方ないよ、味方の空爆は。ロケラン撃てるよ、そいつ。まあ、巻き込まれるもんな。これ誰だ？あ、イブちゃん来た。オッケー。俺、だいぶオスミスだね。オスミス取れるよ。ついてくついてく。オスミス結構かなり俺行ってるよ。いけるいける。みんなのこと待ってるじゃん、ここで俺。オッケー、ちょっと残酷を伝えながら行くわ。オッケー、それをとことっ結構ね、安全に来れた、これは。あ、そっちか。みんな弾薬箱はあるよ。了解。ナイス。今、イブラヒム隊長の後ろ通ってるよ。こんな平原俺通って大丈夫？お前死ぬんじゃない。イブラヒム閉めた。右前にいる。右前にいる。右奥にいる。バカ。こっちこっち。大バカ者ども。俺そっち裏から入る、裏から入る、そこ。そっちでそっち。ごめん、死んだ。死んでね。いるね、いる。絶対いる、絶対いる。頑張ってくれよ。お前らの死を無駄にはしない。オッケーオッケー、今だ。ナイスナイスナイス。これどうも、あとちょっと味方めっちゃ入ってる、味方めっちゃ入ってる。そっちにいるんだな。これピンさせんのか。あの、マソル押し込みでね、ピンさせる。あー、なるほど、これがピンか、多分。いける、この道取ろう、この道取ろう。ズハタンの。あー、後ろ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 。ナイス後ろ。やったー、ナイス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 、後ろっぽい。ナイスナイスナイス。くそ！いてー！他にもいる！エビオどこ？エビオどこ？僕が順番に楽にする。あー！かなかな！俺も楽にして。蘇生できるよ、蘇生できるよ。これ何なんだこれ。X で蘇生頼む。おい、長押しで検知。先生待ってる。ちょっとまだ俺今この3人でピクピクしてる。ここ僕が不安みたいな下に隠れて。苦しい。守ってくれよみんなを。苦しい。大丈夫か？エビオ早く、エビオ早く。苦しいよ。エビはあと60メートル。頼む。チーターなんだ。そして頼む。頼む。もうチーター。チーターはもう。いない。こっちだ。こっちだ。エビが。こっちだ。エビ兵待ってた。来たエビ兵。どうなってる。エビ兵だ。みんな待ってました。みんな助けに行くぞ。ナイスナイスナイスです。よしよし戦えるのまだ。これこれあげこれあげる。巻いて距離詰めるか。右側にいる、右側にいる。やばすぎる。そう、めっちゃ押してる、めっちゃ押してる。今に上場しかない俺ら。先生、ちょっと巻くわ。気をつけてね。これでお返しだ。オッケー、よしよし。クザさんいる、クザさんいる。今前線で押さえている。耐えてる。お前ら、目の前に敵がいるぞ。壊れちゃう、あの全然あります。落ち着け、目の前に敵がいるぞ。やったやった、こっちが出てる。隊長、隊長敵どこですか。入れる入れる入れる。オッケー。T 字路、 T 字路危険だよ、 T 字路危険。この T 字路危険ね。角町いるからね。走る走る走る。麦畑まで行くぞみんなで。麦畑。行け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 。身を隠せ。伏せる伏せる。クロスさんさん。オッケー。頭を出した者が死ぬぞ。あ、取ったぞ。先生。ああ。取ってる。次はルートデュアラ。左から撃ってきて。左から撃ってきて。左？左から撃たれた。左？なんか爆発食らった、爆発。これ、あ、やばいか。ボム投げてる、ボム。草むらに沿っていくんだ。みんな大丈夫か。俺たち犬ちゃん無駄じゃない。クサさん、こっちだ。クサさんとこに行こう、みんなで。まさか、固まって固まってる。ここはアンラーの丘。ちょっとずつリスポン。固まってるぞ、俺らみんな。よしよしよし、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。よし、これなら前も見通しがいいな。さあ、次はルートデュアラや、俺たちが。よしよし、一応はね、あの、エリア外からいないと。あ、オッケーオッケーオッケー。よし、沿っていけ沿っていけ。沿っていけ沿っていけ。あ、まだ置けねえわ、あと80秒。もうちょい前、もうちょい前。命大事に。
いいぞ。突然戦地に放り込まれた僕が伝説の正体になるまでの物語。こういうナロ系。これ勝ったら熱いな。これどうする？これ勝ったら熱いもん。後ろから戦車。ルートデュアラまで見た。後ろから味方の戦車来てるよ、ちなみに。マジ？あ、待ってました。こいつは頼もしいぜ。それ、やばい、到着まで耐えたい。この辺を来たくない。暗くなってるやついる味方の戦車に。理想期待、理想期待。けどあと前出るね。あとになんか結構置けないんだよねこれ。ルートデュアラまで残り50メートル付近。あと少し。あと50秒。いやでもガラ空きだぞ、ここ敵ないの。今のいない。詰めるなら。だからそろ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 食らうから気をつけて、もうだいぶ敵。あ、オッケーね。敵地入ったよ、敵地。もうルートデュアラよ。目の前の敵がどん、あ、味方がどんどん倒れてる。あ、死な、死な。気をつけた方がいい、伏せた方がいい。もうルートデュアラなんだ。これはバカリンゴ。この地域で生息しているリンゴ。バカリンゴ。バカリンゴもある。現実逃避するな。あ、あ、前のやつ倒れたから気をつけてね。オッケー。オッケー、しゃがめ。アルファが結構やられてるね。やばい。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、もうここから往復で行った方がいいな。往復だな、ここから。往復で行こう。守るものがね。気分ではあるけど。俺がやられたら相手を絶対取ってくれよな。待って、味方の前で死んだ。いるか近く。ごめん、捨てよ。くっそ、手が真っ赤だ。右から落とした。捨てろ。金さんが向いてる方にだと思う。俺の正面の野原みたいなところに。野原？エクサルビア。ほふくだったらいけるかも。それ伏せた方がいい。いた？敵前やられた？絶対起こす、絶対起こすよ。名古屋っぽい生きろ。エセ無理無理だけど。どう？カネ？カネ？やったけど、やったけどな。ナイスヒム。エセを落とされた敵確認。あいつら。置けないよね。そいつがやったんか。置けないよねラジオ。リスここじゃ置けないですね、赤いんで。敵が近くにいるんだ。あ、死体だ、本物だ。こいつにやられたんだ。本物の死体だ。だいぶあのヒムのリス壊されてるわ、多分これ。クザ。俺戻ってリス置くわ。みなさん、おいおいおい、ついてこい。クザ。俺らは荒らせるだけ荒らしてきますよ。突入する。またどこかでお会いしましょう。イブラヒム隊長を前線まで届け、前線基地を設置するのが我々の仕事。ちょっと待って。イブラヒム隊長下がっております今。後ろです、これ。番組方向から隊長大丈夫です。前線を持ちこたえろ3人で。了解。答えてくれ。俺リスト。いやー、クソ、おったのに。どうした？おったのに目の前に。あいつ。後ろのやつが倒れたぞクソ。おかしい。どういうことだ。やばい。目の前に見やがった。俺たちルートデュー、もう二人の中まで入るしかない。仕方ない、落とすしかねえ。いるんだ。タッキルされた。あ、死んじゃった死んじゃった。てか普通に死んじゃったわ、ごめん。これアウトポストリスポーンで展開するしかねえな。これはバカリンゴ、この地域の名産。何回言うんだそのセリフ。これはバカリンゴ。おい、そこ、あの茂みが切れるぞここで。了解。三十兵、あ、代謝。マジか。ここどうするどうする。三十兵切る、切る、この三十兵。オッケー、分かった、突きろ。俺の後で続け。見せるとやばいです。マジでどこから後だって。お前の横を続いてやるぜ。いいよ、ルートディアラ。訓練校から一緒だった幼馴染みたいなやつ。まったくお前は先走んじゃねえよ。お前は人にすぐやってる。これ二人とも死ぬことなんだ。二人とも死ぬって絶対。絶対に、たとえ生き残っても片方だけな。なんでだよ。おい見ろよ、あの脚立。あの上で遊んで落っこちたっけな。できる。ナイスナイスナイス。あいつ死ぬ。これ電車で来てんだこの武器。ちょっと待って。ちょっと待って、もうここリス置くわ。優勝して。まず、え、俺の M1 グラン。いやでも敵いたよ。M1 グラン。電車行こう。4人で行こう。4人で行こう。単発打ちだこいつ。M1 ガーランドか。いいよ。カン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 パキンって、あの逆境の時だよ。渡ります。え、あの物資は物資。あの物資欲しいよね。ただ俺に考えがある。あ、ここから先やばいぞクサ。もっと横に、もっと横に。みんな物資行きます。そっちだな。そこぐらいに。この辺にリスト置くわ。オッケー、木体と木体と敵は前を向いてる、その横を俺ら。いるいる、やったかもやったかも。戦場へようこそ、実績解除された。待って、やばい。やってくれ、左側ってる、左側ってる。ナイスナイス。やってる、やってるそれ。金見えるか、あのピン。やってる、やってる、やってる、やってる。あそこで走れ、走れ。ナイス、起こせ、起こせ。もうしやれてる、やれてる。あっち、木耐えてる、木耐えてる。よし、バレた。あそこに仲間がいる。入った、入った、入った、入った。オッケー、オッケー、オッケー、そっちやってるぞ。こちらルートが物資あるぞ。潜入成功。黒縄に続け、俺らも物資あるぞ、物資。これなんか爆弾落ちてる。一度この小屋で状況見よう。ここでね、解体を取ろう。爆弾解体しよう。解体してる、解体してる。解体中、解体中。全然マジでやばい。何か取れたか。これで多分敵の物資が使えなくなるんだと思う。敵一枚落とした。足音しない。やばくね、黒のあの場所。ここ足音しない。大丈夫か、ちょっと待って。ルートデュアラ。死体がぶっ飛んでるかもしれない。左音聞こえるか。左と右で分かれね。
だね。多分足音する。足音する。中入る。知らん知らん知らん。足音。左登った瞬間後ろ。痛い。やられた。エゼいる？いやいやリスポンしよう。あのプレームが立ててくれた。俺がもう音だ。外に足音する。敵発見。敵。敵発見。敵。誰か待ってくれ。から行くの。選手一枚落としてるはず。出て左、あ、左左左の窓。すぐに向かうから戦ってもらって。左後ろいるね。オッケーやったよかった。ナイスナイスナイス。ねえ先生。さて俺らの場所がバレた。士官学校で何を学んだんだ俺らは。撃った場所からはすぐ退避。行くぞこっち。ああ、だって士官学校それ見せてそこにいる。うわどこだどこだ。うわごめん。伏せろ。後ろ多分一人やってるけど。八で行く。一人やってる。一人もう一人いる。アウトポストもう僕はそんな長くないくさいけそんな長くないカネお前その気づいてきた俺カネさんここで最後まで食い止めてやるぜカイテってリスポリスガリだリスガリリスガリされてるこれリスまで引けない誰か戻るわリスガリ手が震え上がるリスポンしたらすぐ戦おうこれこれダメだこれ隠れてるどっかにカネ一枚落としたぞ上がってこいリスガリダメだ完全にリスキルされてるのリスキル一人やってる一人やってるナイス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 下がってよかったか上がってこい下は一人倒したけどいやあえてこの真ん中から展開ここからクザこっから見たらこの窓から見たらクザ中心から今は中心うわー死んだおめえが死ぬのかよ多分これ壊されたかな壊されたねあらららエリトンリスポーン4から味方と一緒に上がろうこれ俺らは僕らずっといたいやわかんないけど長いこと言ってる中でどうやって取れんのそれ結局50対50だから2、3枚かき回したところで前線が変わらない本当に本当に楽になるかって言われると微妙なんだよな50対50ってどうやったら勝つんだこれあれだよね04からどうスタート04から行こうみんなでてかどうやって取れる取れるのキャラがいるんじゃない取れる中にいる相手より多い人数ほう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 ああ中に入るだけ取れんのエリア相手より比率が多ければそしたらなんか真ん中に占領してるみたいなの出るからなるほどなるほどなるほどこのあったけえ街はあの円の中に入んなきゃダメなのじゃあ無理だそう円の中に入んなきゃいけない俺さ機関銃キャラにやってるさ俺は04の下から向かってるぞ機関銃はねちなみになんかさ入れたら強いキャラっているまあでも強襲兵って言ったら機関銃当てんのむずそう強襲兵と自動小銃兵とかじゃないかな当たる自信ねえなライフルのがいいな言うたあと20分だなこの試合あじゃあワンチャンこれ中央取れても勝てる中央取れてる分俺らが有利ナイス劇場版だな俺ら待って目の前死んだ劇場版だねオッケー敵いるね目の前なんでだまだ確実に前線を下げてないお前はいつぞやの名古屋港やるか入れたやばいごめん正面で味方やられてるよなんだこれ正面勝って頑張ってお前リアムシパワー系すぎるでしょ機関銃当たりませんあ、呼吸できないでもね、X がやられた目の前で目の前で死んだな、X アルビオがあの、なんか貨物の後ろにいる、それちなみにこのゲームキプレイの人一人もいません全員初心者今日ダウンロードしましたノリで勢いでプレイしてますノリでやるゲームじゃなかったけどノリでやるには硬派すぎたねちょっと逆にいいまであるよねこれさどうせ前から行ったって死ぬしガチ回り込まんいやありありありめっちゃかしこいるよねこのピンこのびっくりピンまで回り込んでトウモロコシ畑のやつ多分やったやった先生俺とりあえず乱射してお前の武器やっばガチパワー系よここのパワー系でまず強いだよ全集合しようぜこれいったもう敵見せたら教えて前段ぶち込もう AB を待つわ俺ここでここどこまで行くこれもうだからルートドゥアラでしょ前線上げるかぜはあげるよんここどこだここ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 こ死にましたよいるね敵じゃわらべみなともっと左側からぐるって回っていかん左下ってこと目視できねえこれ左側から行くそう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 左下側からそうだねこれこっち激化してるよなちょっとそうだね行こう行こうそれその作戦俺ら通そう無理やり俺たち6人固まったらさヒーローになれるとどうしようそうそうそう俺たちは招待として頑張らなきゃあとカナエさんとカナエさん今来ててあとクザさんは今リスポンするいや俺と名古屋ことヒム固まってるよ大丈夫今の中世俺が適当になんかリスイチ打ってた相手にリスポーン壊せるんだっけ打ってる壊せるね相手のリスポーン近づくだけで壊せるあ近づくだけで壊せるんだ
これこの辺なんもないな、これしゃがむか、これ黄色い畑で。とりあえず ABO の前のあのなんか塀みたいなところにちょっと集合しよう。ここも越えれるぞ。あ、まあいいか、待つか。ここだな、合流できる。これしゃがみながら通るね。金様と金様と。お待たせ、技術者の金井だよ。やった、技術者だ。あんな前線から技術者。なんかすげえ白衣着崩してるやつだ。なぜか前線で生きてる技術者。困った状況だね。前線は絶対ないだろ。多分前。ロイドさん。あの、めっちゃ前来てない俺。多分前出過ぎかも。ランスロット作ってる人。これさ、どこ行く？軍の法律より市場を優先してくれる。このまま上やる。OKOKOK。軍より市場だから。これはいいデータが取れそうだ。あ、待って、ここ秘密のルートある。来た来た来た。ここ秘密のルートがあるぞ、ここ。こっちから来いでみんな。あ、待て。これ抜き道だ。なんか見つけてる。こっちから行け。これここから裏取れるぞ。待って。グラビルのさ、めっちゃマップの左側見てくれん誰か。やばいやついない。二人ぐらい。あいつはゲームのルール理解してないの多分。なんか、マップ端っこ。左下の K、ゲームルール理解してない。やべえ。走り回って、ランニングシミュレーターだと思ってるやつ。じゃあ、ここに、これ。一休みできる。バリケード作ろうかね。これ上、え、ルートデュアル誰も行ってなくない？バリケード作れるんすか？そんなことできんの？そうです。これは一回ちょっと上に作った方がいいっす。付近に設計図が置かれている。ルー博士、おい、ほんとだ。設計はできたけど、ハンマーを装備して設計図に近づけば建築可能。残壕作れるんだ。あの物資がね、25足りない。物資とかいうシステムあんない。支援兵がいるのか。支援兵に物資を求めよう。ごめん、正面いる、正面。正面了解。バーナーがまっすぐ行か。このまままっすぐ行って、そろそろでもおかしくないね。絶対に頭上げんなよ、殺されるぞ。ちなみにオスビスかなり進まれていると思う。多分赤い印が出てると。オスビスちょっと危ねえな。逆に今チャンスか、ルートデュアラ。今しかない。目の前やられた一人。オッケー。オッケー。今名古屋港の後ろ走ってるよ。名古屋港の後ろ。聞け。衛星兵としてみんな助けるから一番後ろにいると思ったら。いや、素晴らしい。衛星兵の役割を果たしてる。それでいい。お前さえ生きていれば俺らも合流できる。まあ、待っとき。44メートルぐらいのところで。この道に地雷でも生かしてる。少年目の前死んでる。気をつけろ。目の前みんな死んでる。つい。います、います、絶対。軽減最高。もう一人、もう一人いる。やばい、前の人に1回が死んだぞ。核は入れられてない。どこだ、冒険だ、冒険。待って煙たくわ、前住海さんのところに。お、このキャラグレネードねえんだな。煙欲しい、煙。もっと左にそれて真後ろから突るのどう。まあ、そっちが移動するか。せや。これ木を、木に移動して。いやでも守ってんのかな。煙巻いてくれ。いい煙、いい煙。いける。みんな、こっち安全そうだぞ。オッケー、もっと回り込もう、もっと回り込もう。オッケー、目の前のやつも蘇生したい。グルリーね、グルリー。待て、敵の戦車だ。うわー、あれやれるのか俺ら。敵の戦車グレー。白いものを持ってきたよ。グレー投げよう。博士、戦車ってやれるんですか僕たちで。グレー投げるしかない。グレーでいける。一応対戦車兵っていうのがあるんだよね。そう、対戦車兵。どでかい機関銃でも無理か。無理無理無理。グレとかでちょっとずつダメージ当たるしね。こっちまで持ってこれたらいいんだけどね。いやでも、あいつ気づいてねえさ。気づいてないぞ。オスビスやばい。ちょっと待って、オスビスもう陥落する。待って、俺らの裏のやばいぞ。急がないとやばい。盗もうぜ、まずい。ルートディアラに突っ込め全員で。走り方キモ。もう時間ない、これルートディアラに。俺らの裏取りが味方の流れを作りすぎて、周りめっちゃ味方いる。いてー、おった、衛星兵。やばい、フラミンゴが死んだぞ。後ろ、後ろ。エビを右。戦車がやばい。もう一回戦車。フワチやったぞ、お前がやられたやつは。素晴らしい。ありがとう、行くぜ。すげえ、このサバイバーってやつは。オスビス耐えてくれてるぞ。耐えてるのが耐えてる分、俺ら行くしかねえ。ルートディアラに乗り込め。ルートディアラ、無駄にすんな。よこせ。敵は破壊。ナイス。ナイス。フワミこれ、カネさんこれ流れ玉で死んだもしかして。名古屋港からのエビ。痛い、エビを出て。うわ、やばい、ごめん、やられた正面に。グレ？痛い。グレかな、爆発物っぽかった。頑張れ、みんな突っ込まなきゃやばい。アウトポストで行こう、アウトポストで。いやでも、クズあるところ、ここめっちゃ。これはもう無理か、衛星兵がいないか。これね、俺が蘇生されたらいけるんだけど。リスイって近くにあるから。一番下。マジいないか。近くにあるよ、これ。リスイ近くに置いてある。マジ？じゃあ死んだ方がいいかも。復活するか。行くために。オッケーオッケーオッケー。ちょっと近く面に置いてあるから大丈夫よ。あれなんか、あれ、そっちに入ってか。戦士。
え、蘇生入ったバチ。あれ、蘇生入ったのかこれ。あれ、俺蘇生入ったかも。あ、やば、俺じゃあ蘇生すられるのかった。見覚えあるじゃん。ルートデュアラに、ルートデュアラに入ってる。ルートデュアラ了解。Thanks! やばい、ここ Thanks! アウトリスポーンあるあるね。まだ置けないんだよね。ルートデュアラに入ります。これオスビスだいぶ取り返してるわ。リュートドゥアラ俺らで取らなきゃいけない。じゃあだいぶ長いかったか。ガチ熱いところに2人やった。え、なぜやったけどやった。めっちゃいいアウト、アウトポストあるぞ。オッケー、1人やった。そいつ死んだ、そいつ死んだよ、フワッチ。オッケーオッケーオッケー。全然全然全然詰めろ。俺らの障害が今完全に前で。ああ、これあるぞ。起こせるぞ今俺。こっちはいいや。ルートデュアラそこいるね。ガチ限界ポジで笑った。どうしよう。いや、あ、この下があれか。皆さんの下これ。ヤリソン04が丸いんだね。いけないよ、ヒム。取れるぞ。ヒムだ、ヒム。痛い。どこらに痛くない、さすがでもまだ。どう殺すって。前のね、残壕の横らへんというか。初めての勝ち。これ、蘇生通るんかな、ワンちゃん。おぉ。あれ、あ、死んでるか。なんか、ザ死んでるなって思ったら。ちゃんと死んでた。ここリスポーンしても敵が近いからすぐ壊されちゃうわ。そうだ、絶対起こす、絶対起こす。オッケーオッケー。まあでも何回もリスポーンできるという点はいいかもしれない。まさか、あなたはもうちょい近くに置きたいんだけどね。おぉ、すげえ、木撒いて蘇生してくれたんだけど。いや、うますぎ。ありがたい。そういうことか。ありがとう。エビオ。オッケーオッケー。みんな俺はルートドリア、ルートドリアついに戦いになってる。マークが大事、僕。オッケーオッケー、俺が維持できてるよ、ここ。全然行くぞ。了解。光った光った。こちらから出撃します。野原を駆け回るのは楽しいな。うん、自然が気持ちいい。これなんかあるよ。解体敵のギャリソン解体できる。あ、そこで。木で道を作れ。敵のギャリソン。これ煙じわじわ。ナイスナイスナイス。のって何？わかんない。リスポンチリスポンチ。オスプレイが来たかもしれない。カレさんマジでナイスプレイかもしれない、もしかしたら。マジ？ちょっと。バグドンはまだ逃げてよ。やばすぎる。クズはそこについてて大丈夫でしょうか。勝てるそれ。大丈夫だ。我慢がない。我慢します。大丈夫、ついてけ。オッケー、たどり着いた。リュートディアラもうじき突撃します。オッケー、リュートディアラもう仲間でだいぶ入ってるぞ。俺たち仲間入ってる。2回行きます、2回行きます。リュートディアラ着きました。これ死んでるよな。死んでる死んでる。オッケーオッケー、リスイチ置くわ。リュートディアラ内にナイス。オッケーオッケー。エビオ君となんか建物取った。行った。ルートデュアラ半分だ。ルートデュアラ半分だ。よし、行ったプレイヤー。さっき俺らがいる建物。空爆だ。おい、KKマンにやられたんだけど。KKマン111。KKマン。でも大丈夫だ。前線のアウトスポーンがある。ルートデュアラ取れる。オッケー、ナイス。ナイススポーン。ブラビルに待機する。許したよ、今回は。いいかもな。戦車。敵だ、敵。やばい、敵だ。リス地点に敵がいる。まずい。リス地点が目の前で。どこ？これ解除して、あーあ、これ選べんだ、ポイントマン。レベル3であるのか。リスまだ使えるよ、リスまだ使えるよ。おぉ。長子も離しちゃう、それ。一人落とした、奥のやつ。助けようか、長子も。こっち側に敵いた。ルートデュアラのリスに、長子まだ来て。オッケー。文字グレウメ。おらー！取れるこれ。ナイス。エビ、お前、攻めたか。ナイス！ポケモン1人やった。ナイス！ナイス！ナイス！取れるぞ、もう一人やってる。もうちょいで陥落。いいか、もうちょいで取れる。落とすぞ。え、壊れた、ナイス。ここで割りどころだ。スモークが何も良くなった。オッケー、カーナイス、ロケットだ。壊れてないかもだ。ナイス、ブラビルに走るんだ。取った、ナイス、占領だって。ルートデュアラ了解。ブラビル了解。中央に走ります。ここ敵いる。ルートでお会いしましょう。了解。またリスポーン地点に立ちます。一回集合する。俺らの紹介が作ったの流れ、マジで流れ作ったな。俺らが明らかに、しかもビラビルもう戦いになってる。なんかさっきいた K とかがもう詰めてるあの場所にいたから。味方を信じれば、味方を信じれば。あいつらなんかやってんのかな。取ってくれんのか、ワンちゃん。もう意味あんのかな。めっちゃ近くない。え、やばいよね、あれ。お姉さん、それどこに行って敵後ろ後ろ敵いない。でもこの辺80方向かな、どっちかっていうと。オッケー、ヒムのとこぐらいまで行くわ、俺全力で。平和だよ、この辺、道中。ブラベルなんか平和っぽい。いない、今んとこ。オッケー、もう一人行った。まさか前線に出すぎて。そう、前線に出すぎて。あー、もう、俺らしてないんだ。なんだ、お前、どっから来た。いや、なんか音が聞こえるが。どっちかというと、ルートデュアラが急須になってやられる方が怖いよね。ブラベル見えました、ブラベル。いや、でも、蘇生近くある、ない。お茶入れや。ルートデュアラにはあるよ。味方待ってます、ブラベルで。
ルートデュアラ内にあるよ、あのリスポン地点。オッケー、最前線にリスポン地点を1個置いた。まさかペペお前、ペペペペ危ないぞお前。あーペペデュアラ行きますね。いいよ、オッケー。いや、わかんないな、ちょっと待ってる。今のオッケー、いや、これ空いてるぞ。後ろいる俺、あ、てるぞ。デュアラ何もいなくね。うぞ、敵いない、敵いない。もうじゃあ、掴めるだけかも。ウラビー取れるよ。あ、いるいるいる、撃たれてる、撃たれてる。前に過ぎて多分間に合ってない、後ろ戻るの。なるほど、もうブラビルの。ちらほら撃たれてる、ちらほら、ただ。ほんとだ、ちょっと銃声するね。センサーいったらピンちょうだい。戦車ね。戦車、オッケー。オッケーオッケー。あ、対戦車編集。デカブツは俺に任せな。いや、結構やられてる、いるいる、中にいる。結構ちゃんとまっすぐ飛ぶから。おい、なんかやべえ。やべえ、右がやられてる一人。何？あと、あ、怖ー！我々の勝利だ。俺らが作ったんじゃねえ、流れ。なんか流れ作ったな。軍なのか。全然わからんね、この表彰の。オールフォーワン。デザインとか。こんな面多いよ。プレイヤー。誰が意味が。誰がどういう貢献したのか全然わかんないよね、これ。キル数とかも載ってないんだけど。うん、何の数字これ。でも僕らさ、表で見るとだいぶダメやってない。俺ら総合点どんなもんだこれ。なんかわかんないけど総合点でかそう。でかいな。これでポイントたまって昇進したぞ。昇進した。やった。昇進したまた。あ、めっちゃ三等兵。武器増えんじゃない？あ、四等兵。あ、五等兵。四等兵は下がってるくね。下がってるわ。下がってる。五等兵だ。なんだこのめちゃめちゃ、おもしろ、6等兵まだ行く、止まらへん。あ、衛星兵レベル2になった俺。俺強襲兵まだレベル1だ、くっそー。惜しかったな。どうだ、ライフル極めれそう。みんなさ、覗き込みどうだった、遅かったりした？俺まだ強襲兵しかさ使ってないからわかんないんだけど。あー、遅いよ。あ、じゃあ強襲兵覗き込みだいぶ早いわ。なんか機関銃持ってるやつあんま使いづらかったな。あー、ぶっ放しな。あ、これなんかぶっ放し。あ、俺らでも上から2番目ぐらいの活躍してんじゃないこれ。ちゃんとチームラブ、チームとして、チームラブ、チームとして、まあ、3700ぐらいのポイント持ってる人たちが多分めちゃめちゃ、それが多分一番頑張ってて、で次が俺らだね。大体でもこの戦場のイロハ理解できたな。できた。じゃもう一戦ぐらいやってみよう。本当だ、行ってみようか。まあフォイフォイフォイ DJ、次フォイに飛ばされるんですか私たち。次の戦場はここベルギー。ベルギーで、ね、1944年どれ？どこ入る？あ、今じゃあもう入れてるこれ。今で今ポイで待機してる。バーケー？待ってね。ベーカー。いやでも俺が誘うからしまって。まだポイよ俺。画面。オーケー。あ、石膏部隊じゃないと出せないんじゃないこれ？あの狙撃兵とかを。あ、それはそう。ああ。石膏は数万セル。石膏行ってみようかな。石膏行ってみようよ。おー、でも分かれるじゃん。でも寂しいよ、俺らみんなとできない。俺ら歩兵でやっとくよ、じゃあ。だね。ちょっと、いや、ちょっと待ってよ。ちょっと待って。寂しいよ、それはちょっと。フォックス部隊入っちゃったよ、石膏に。戦車は戦車。じゃあ俺の部隊入ってほしいんだよね。え、呼ばれてない。これ。招待は。なんか再起動するから、ちょっと待って待って。うん。オッケー。入隊希望送ろう、じゃあ。入隊希望くれたら楽かもな。じゃあ俺、石膏部隊になろう。はい、入隊希望。それ一気に分かんなくなるよ、誰が味方。多分ね、え、全員殺すか。味方が分かんない。石膏部隊クローズドってなんだ。あ、取られた。あれ入れたかな。少々まあ。招待来てる？ベーカーに俺入隊希望送ってる。オッケー。俺もじゃあ入隊希望送るね。送ってるんだ。そっちの方が確実か。送ってるんだけど来てない。あ、俺ちょっといろんな人から来すぎて。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あら。ああ。入れた俺。そこの舞台がいいです。じゃあ俺強襲兵で極めてくわ。どうやって送んのこれベーカーに。わ、すげえ。ベーカーのとこに触れれば。武器の種類パンなんか。ゲームに参加。そそるね。みんなキャラクターどうする？何がいい？俺強襲かな。え、ね、舞台。じゃあ俺が S やるか。ああ、ぽいちゃぽいちゃ。来た。かなえさんも招待送ってるはず。あれでもエラー吐かないこれ、なんだこれ。エンジンレポート。あ、待って、チーム別行っちゃったかも。え？センド&クローズ。なんかアメリカだよ、僕左上。いや、これよくわかんねえな。あ、ドイツ。あ、そっちに戻れないわ。ちょ、こっち来てよ。アメリカ来てよ。いけんのかな、俺ら。アメリカで人数が少ないから多分いけんのかな。あ、チーム変更いけるわ。いける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 。みんなの。離脱してアメリカ行くか。オッケー、アメリカの方行くよ、じゃあ。どういうこと？離脱？あの下の方から話しゲームがバグったのか。どういうことどういうこと。下の方からチームの変更ってとこまで戻ってみて、そしたらアメリカ行けばいいの。そう、チーム作れる。あ、俺アメリカだったもともとアメリカだ俺。アメリカなんかい
なんかドイツの方が少なくね？なんかいろいろ移り変わった。俺らが多分映ってるから。おお。かな。30人マックステーブルかも。え、不安見ねえと大丈夫ですか？そうだって、あのポイがエラー吐くんだよね。え、てかアメリカ入れなくね？一回抜けるかもさ。うん。サーバー変えよっか。さ、はい。サーバーごと？ちょっと一瞬トイレ行ってくるよ。うん、サーバー変える。ポイなんか入れんかったな。俺一回士官普通にやりたいな。あ、士官やります。いいね。部屋じゃあなんか分隊作ってもらえれば。士官って何できんの？うん、士官はあのリス1置くのと木たけるのとあとあの何双眼鏡で相手位置偵察できるから。ああ、そういう指示あるとでもやりやすそうだね。ピンが多いんだよね、士官だけさせるピンの数が、やれること多い、めちゃくちゃ多いっていうのがあるから。俺全然何もやってなかったけど。じゃあイブちゃんとこって入っていいのも、まだ入んない方がいい今。これじゃあ隠しとこう、なんか知らんけど。まあ怖いけど、なんか隠しとこう俺も、うん、一旦。士官の武器クソ強い。ちなみに。あ、そうなんだ。うん、お前ずるじゃん。そう、ずるじゃん。全体的に強い。ゲームに参加していい？イブラヒムの。まだ？いいよ。え、なんかマップってこれ2連続じゃないかな、大丈夫かな。ドイツにするわ。まあどっちでもいいよ、マップはもう。同じマップ？あ、マップとかを選ぶ段階じゃないから、僕らまだ。うん。まだそのライン立ってない。じゃあ前澤さんにじゃあちょっと分隊組んでもらおうかな。オッケーオッケー。クローズドで組むと多分大丈夫と思います。うん、大丈夫大丈夫。一旦ちょっと設定調整して部屋入る。パープルハートレーンってこと？パープルハートレーンだね。あ、入れた。これドイツアメリカどっち？ドイツドイツドイツ。ダイツ。だ、15人入れる。入った。で？入れました。これ正体はどっから送るの？正体はこのめっちゃちっちゃいんですけど。あ、でも俺、入ろうとしてみますわ。オッケー。どうだろう、入れてるかな。志願したいです。何分隊？異分隊？ハウ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 ね。え、入りたいけど入れない。入るもね、今サーバー接続中だね。なんか俺入れたよ今。あ、入れた。なんかちょっとあれなんかもな。これフレンドから飛んでるよ。サーバーの相性がありそう。俺もね、フレンドから飛ってる。ちょっと待ってね、一応カナエさん俺の表記出てる。どっち選んだ？ドイツ、アメリカ。ドイツ。ドイツ。あ、待って、あと一人しか入れないドイツ。やばい、急げ。ドイツには入ってんだけどチームに入れない。あ、ハウね、ハウ。ハウ、まあ戦場にはいるんだ。招待送った。あ、来た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 。同操縦兵やろ。入隊希望送った俺。ハウでやってる。うん、ハウ。センキューハウ。ハウ入れた。オーケーオーケー。あ、ぴったり入れた。危ねえ。衛星兵 XR 部やるの？あ、好きなやっていいよ、俺衛星兵は。俺別に何でもいいや。あ、で分隊離脱しちゃった、ちょっと待ってください、もう一回入れて。やりたいほどない？まだ、もうライフル兵をものにしたいね。あ、誰か衛星兵やりたい人いる？どうする？ 1,2,3 どっから置く？衛星兵俺いいや。アンロックできる。最初に死ぬ衛星兵になっちゃうから。これ最初どこ取るの？レベル2だからもらおう。グルートトーチカか。グルートトーチカが中立なのよ、白いじゃん。じゃあ3番で湧きましょう。3番了解。一応やったことないよね、一回も。まあやったことあるわけねえわ。誰か抜けなかった、今。え？誰か抜けたね。俺いるよ。部屋から。え、俺フワミネットいる？あ、いないね。もう一回呼んでもらっていい？なんかおっしゃる。こうなったらどうやって呼ぶんだ？ハウだよね、ハウ。今呼べないな。そっちから参加できる。あ、入隊希望送ったわ。遅れた。オッケー。あ、招待も来た。あ、オッケーオッケー、いけたっぽい。オッケーオッケー。あ、ありがとうございます。あの、リスポーン3で。ピチャピチャだ。相手の初速が速くてグルートトーチかもう踏まれてるんだが。なんか、見やすいな、この縦に長いな、今回。か、やっぱ打ちやすいわ、他のゲームですから。か、あ、待って、なんか俺も若干違うのかな、これ。カーか、これ。カラビナ。カラビナ 98K。まあ、ガーランドみたいなもんよ。構えんの早いね。まあ、スナイパーみたいなもんすね。おー。これ戦えるわ。ちょっと雨前の奥の人撃ってみたら。あ、いいの？カナエ二次サービスって書いてるけど。私その奥に二人いる。あ、さらに。ちょっと遠いけどな、でも。じゃ遠いね。お、なんか。遠いな。一発で多分倒せるかもな。お、お、お。銃声したよね、今。うん。まあ、試し撃ち？さすがに。グレートトーチカやばくない？これ、もう思いさ。グレートトーチカ、相手初速早すぎて、もう踏まれてんのずるくない？ちょっとあっち側じゃないだって、場所。ずるくね？いや、これ、これがちょっと悪いな。あーてか、なんか右上にレンガみたいなのに乗ってさ、うん、突撃しててない。これ戦車、これ戦車。お出かけってこと？目的のエリアまで遠くて笑った。
クソ遠いんだけど。あ、これが回ればいいんだけど。これが争いかも。そうだね。初動の線とある程度前まで行ったらアウトスポーン欲しいって感じだな。そうね。オッケー。結構リアル思考だけど。ねめちゃくちゃリアル。リスポーン地点1個作るわ。あれ作ってほしいわ。はいね、前澄さんか今回。てかマドレーヌ俺ら分けないの？もともと。分けなかった。なんかブロックかかってるから開ける必要があるのじゃない？俺らも。誰かが多分行かなきゃいけないそこまで。一旦マドレーヌ行ってもいいけどな俺ら。行く？マドレーヌ経由してから行ってもいいか。そうだね。これ水はいけるんよな。解除しなきゃいけない。溺れたんだが、どうやって、はい、溺れるね。どうしたいの？死んだんだけど。溺れるやつがいんの？あのね、橋渡んなきゃダメよ。この死んだんだけど。溺れるやついるんだ。戦士とか言ってた。これね、そこ厳しいかも。船の上の結構厳しいかも。マジで本当に戦犯だよ、多分それ。マジで厳しい。回り込もいいか。回り込まないと無理かも。おい、ちょっとみんながリスポーン地点作るまで待つわ、一回。しょがりしか作れないんだわ。いや、もう前澄さんしか作れないし、前澄さんも死んだ人、多分それ。溺れてしょがりおもろすぎるだろう。こいつ溺死してるわ、バカだと思って。また死ぬのかよ。また死んだ、ランニングで。お前も死んで。で、船の上乗ろうと思ったら、船の上全然乗れなかった、ジャンプで。安定が。あ、でも乗れる感じしたよね、あれ。あ、それ泳げや。てか、グルートトーチか取られてんの早っ。早いんだよな。初動取られてんの振りすぎるよな。ね、司令官不在ってどういうことこれ。初速で。え、司令官不在なの？うちのチームやばくない？うちのチームは司令チームっていうかあれだね。誰もリーダーやりたがんないやつじゃん。ドイツに司令官がいない。まあらま。なんかね、まあでも司令官の言うこと聞いてないから関係ねえけど。まあな。あ、本当はなんか司令官が指示出すんだ。そう、なんか一人だけ全員に VC を出せる司令官がいるんだよ。あ、そうなんだ。なんか戦車引っかかってるんやけど、うちの戦車が味方の。おい、出してあげたいな。おい、何そんや。何やってんのおめえ。戦力なのに。バカこれ壊そうかもう壊そうロケランでちょっと爆風で前出してあげれるか、うん、かなかな爆風とかいうゲームなん降りたどいておい免許持ってねえのかよ離れてない行くよ離れたこいつちょっといいよもうジャックはいいよジャックのことはかなかなオッケーあダメだ下に打たないしダメかもワンちゃんこれ乗ってみるか一旦リスチもあるんじゃない？また俺らの近くにリスチもある。高層部ってこの近くかよ。もう走ってんだけど。戦車一個ないのエグくない俺ら。戦車使い物にならなくなってるわ。おいトロールじゃねえかドイツ。トロールいるな。ドイツの戦車。しゃべって掘れるかワンちゃん。強いのに。無理だ。この当時掘れへんな。しゃべって掘れへんな。同じこと考えてるけど味方も全然掘れへん。釣り技や。いたマドレーヌってどこだよマドレーヌ取ろっかせやなわかんねーよ戦車のこと全然わからんかったそれわかんねーすごいだろ容赦ないねそろそろできるんじゃねそろそろ前線になってくると思うあ、ブッシュ落ちてきてる右上あ、ブッシュ落ちてるねほんとだこれか、なんかオブジェクトみたいじゃん、そういうあ、来たあ、パーこれあ、これか本当だ。マジで綺麗にオブジェクトみたいになってる。奥にいる奥。全然押されすぎじゃない？俺ら初動。あ、まだか。やばいね。もうできるからね。まだかきれないでカナさん。せーて。かきれせーて。とりあえずあの塀まで行くか。グルートトーチか。勝手とった闇雲に。遠いな、グルートトーチか。いや、ここ通り抜けれないんだよ、反対側に。左側行けるよ。いるか。ちなみに僕、下に見えてる。え、ゆくそれ真裏にいる敵伏せてる真裏でここと茂みで伏せてるそれ敵のやついるなここの操作されてる俺ガーランドになってるわ強襲兵じゃねえどうするよこれカナエさんの無理だこの道行けないごめんカナエさんちょっと待っていいよいいよ綺麗に抜かれたどうしようもないかも激化してるね反対側から回るよもう一回かっこいい右側の足元に伏せてるやついる僕の僕よりちょっと前ぐらいちょっと X 側寄るわ死んでみた俺死んでんじゃねえか。これ溺れるなワンちゃん。それ塀の裏ってことそれかなさ。いや違う右の草むらの中。僕のね右前ぐらい。木負け木。木。そこそこ死んだかな死んだかな今。あじゃあ死んだかな。生きてる生きてる。生きてるけど瀕死の渋滞あいつ。ズナが倒れてる。は痛いよ。俺のスタンいいんだけどな。先生。オッケー助ける助ける。クザいけるクザいける。俺ちょっと電線上げてくるわ。ありがとう。クザのとこ、それオッケー、ちょっと待って、俺一回回復しよう。やばい。いや、先に回復させるか、クザさん。
いてー、エゼちょっと待って、ブドウさん先入れる。ありがとう。左にもいた、左にも川があるから左側やばいかも、それなんか意味ないのか、これやばいな。ルートを考えようか。オッケー、左から大回りじゃね、これマップ。マンチャン大回りあるな。なんか真っ正面、まあ、壁には張り付いてはいたが用意しなかったね。どこどこどこ、この辺から行くか。壁ら辺に、壁ら辺、誰エーゼー、今回イブちゃんエーゼー。あれ撃たれるよ、目の前で撃たれた人いる。エーゼーマジで過労死、やばい死んだ。ナイス、オッケー、阻止した。ナイス、いる、助かった。俺も死ぬ、俺も死ぬ、エクサレビオ助けてくれ。敵はどこだ。エーゼー忙しすぎない。あれ強襲兵乗ってるよね。酒瓶持ってきたけど、あぶねー。武器選べるんじゃない。いや、レベルが上がんないと選べない。超人武器、ドイツの強襲兵はカービン、やってこ。あ、そうなんだ、国によって違うよ武器。ね、そうなんだ。なるね。オッケーオッケー。ならやるしかねえ。椅子設置しておいたわ、じゃあ。マジ？やめ、ごめん、衛星兵が死んだ、すまん。あ、でも、ほんとだ、助かるか、マジで。椅子近い。エビ君殺したよか？あー、もう死んだよ。あ、オッケーオッケーオッケー。おい、やべえ！電気どこだ？なんかもう、ロケラン。ゲーミサイル来てるって。正面だよね。ちょっと、フワッチこれ行くわ、僕。これ死ぬか。マジ、行けるのか、カナカナ。無理するのか、カナカナ。フワッチちょっと。じゃあ、ローゼもう。あー！死なかな？だって左側からさ、めっちゃ回ってグルート通し、カナカナ死んでみた。左、うん、マップ左からグルート通し、左展開してるね。でやな、敵がってこと。いや、俺ら俺ら俺らが通しようっていう、やってみねえ、一回左で。ここを展開してる。オッケーオッケー、そのこれそこに展開すればいいのね。はい、了解。敵がいる、敵がいる、敵がいる。あのビッグマッカー、右めっちゃ前まで出れてる人いるわ。ほんとだ、オッケー。うわ、すごいな、この戦場。ここめっちゃリアル、異常やな。うわ、やば、黒いけるか、そっち。大丈夫か、それいける。え、右展開の方がいいのか、これ、もしかして。血を吐い、ドブ水をすすり、排水溝の中を。うわ、やばい、エゼー、ダメや。目の前でエゼーが爆発。これ、いけるぞ、しゃがめばいけるよ、ここ。溝がある。でも、エゼーがやられました。ドブ水美味しい。リス近いから、もうそこから上がってくる方がいいかも。エニグマ、暗号装置いるぞ、目の前に。クソ、死体を利用するしかない。アウトポスト3ね。オッケーオッケー、分かってるよ。ちぇ、まったく痛えぜ。いったん、戦死した。痴漢まやずみさん。まやずみさんを何としてでも生かしながら前に進めていかなきゃいけないな、俺ら。待って、前のやつやられてね。この爆撃みたいなのずるくない？いや、これずるいんだけど。爆発してるよね。ねえ、死んだんだけど。味方のだったわ。なんか話違うな。味方の爆撃が。おい、戦場に来てまで文句言うのか、お前ら。すいません、聞いてくれねえよ。でも、お前、楽しいに聞いたのに。お前、士官じゃねえもんな、今。俺、士官じゃない、今。なんだよ、ね、お前、え6等だよ。うわぁ死ぬか。ギャグ分隊だった。ギャグ、俺らギャグ。うわ、爆発がパネ。この橋狙われてるから、多分通れなくね。左側なんか渡りきれる人いない。いや、俺がね、1個見つけた小屋まで行く方法を。グルートーチかじゃなくて、ちょっと、おい、ちょっとついてきな。信じるわ、ついてくわ、グッド。ガーン！戦死したよ、信じようとしたら。毎回そこ死ぬって。ここ何？信じようとしたら、矢先に。信じられない。無理なんだけど。これね、左側無理。右側じゃないといけない。右さ、俺ら固まってさ、グルーしようよ。こっち、こっち、こっち。俺に任せろ、俺に任せろ。俺が秘密のルートを見つけたからよ。行って、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 行って。川入ってきて、川。みんな死ぬ。川入ってきて。リスキルされてるよ、リスキル。もうなんだこのゲーム。やばいな、このゲーム。後ろで味方が。俺らのアウトスポーンが。やばい、やばい。やばいね、リスポーン。ゲルソン1年復帰しよう、1。オッケーオッケー。リスポーン増やしてほしいね。マヤズさんが置けるね、今。置くわ。オッケー、もうやべえ、もう置けるけど。一旦1でやったわ、俺。そこ待ってるわ、じゃあ俺、できるの。この辺だったらいいかな、置くわ。はい、名古屋港が置こうとしてる。置いた置いた。ナイス、オッケー、そっち役。そっちにするか。置いていけないっすよ、です。もう右にで、めっちゃ展開するわ、もう。そうだね。で、裏振りして、グルート統治か、行こうか。あ、あの戦車、撃つことに特化してる、なんか。めっちゃ撃ちまくって。動かないやつ？動けないから。右ね、右行きゃいいのね。うん。オッケー。
誰か先人切ってリーダー。おい情報が漏れてるぞどっかから。おい俺らのリスポン1が。いやなんかこれ。バレてるか？あれかも画面見られてるかも。いや可能性あるよな。可能性ある。ボスティング？ピンポイントするすぎるぐらい飛んでくる名前から。ボスティングされてる？これありえるなワンチャン。いやそれが戦争だから。わかんない。使用がわかんないけど、うん。スパイがいる可能性ある。リスポンして3秒ぐらいで飛んでくるんよ。ここ誰か情報流したやついるな。こっち入んない。名古屋湖そこを泳げるのか分からんけどね。ここ泳げる、ここ泳げる。本当はいけるわ。なんでこの地面が近い。ここ張り付きで移動した方がいいと思う。よし、ここ張り付きで行こう。オッケー、これ作戦で作戦俺らもう右回りの滑走騙しすぎない。ドロミズルート川と草村にそう、乗じて行くしかねえ。あの野生タカの木が正面にいるからそっちから行くしかねえな。野生タカの木普通にさ、取れないけど取られんくない。まあ、だからグルートーチか取るゲームでしょ、これもうほぼ。そうね。めっちゃゆったりでいいな。確かに。真っ向勝負は勝負。え？目の前、目の前で言えね。溺れるやん。危ない。溺れるんだが。全然溺れて。ジャンプでね、大丈夫。ちょっとジャンプで渡ればね、あの、いけるわ、奥まで。俺、ちょっと待ち伏せされてる感じが。待ち伏せされてるよ、そっち。気をつけて。オッケー。それ木咲いてあるけど。オッケー。あ、ごめん、俺も死んだ。いや、木なんかあったな。確定するわ、姫助けれないから。確定するか。これ、リスかけないよね、マジでそこに。うん。起こせないんだけど。いや、これどっかでなんか穴見つけれんかな、神ルート。これ相手のとこに渡りきらんくない？どう考えても。いや、しっかり固められてんな。ね。ね。これどうしようね。ちょっと答え探してくるわ、一旦。オッケー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 。おのおの。えたー！いない。死んだ。いや、ここか。俺はちょっと泥をすすりながらルート探します。そうだね。オッケー。川を。ああ。よかった、ここで。名古屋港じゃん。一旦適当に渡れるとこ各自探して見つけた穴を。ああ、そうだね。あ、それぞれ。誰か一人でも見つけたら、その道を採用していこう。あり。これ6秒で死ぬのリスキー。え、こそ溺れない？シビアなんだけど判定。大丈夫。頑張った。6秒。これ正面の川とかもさ、伝っていけばいいんじゃない？え、もうここさ、突っ切んね。いや、突っ切れ。マップをよく見ろ。田んぼ。一応こっちにアウトポスト。お前たち。ここ正解じゃない？これ。大自然を忘れてはないかい。ここやばい、ここやばい、不安ミネと。いや、撃たれてる。ここ最強、ここ最強。いけんのか、そこ。ここなんか見られてない。見えない、見えない、まず。リアルに。殺されてんのかわかんない。電磁波が。完全に PUBG 俺やってること今。こっちそっから行く。エビオいないか、大丈夫か。なんか銃声聞こえないか。いや俺が撃ってる、俺が撃ってる。先生これ伏せたらワンチャンあるか。お前言う。あ、勘で撃った。当たってた。ナイス、全然勘で倒した。飛んできた、勘で。あ、死んだ。これ突っ切ろ、突っ切ろ。進んだ方がいいぞ、不安見だと。オッケーオッケー、俺正面見るわ。正面適当に撃ちながらちょこちょこ進み。あれ敵か。オッケー、俺ら一番前線まで来てるぞ、これ切れた。ここまで倒さねえとな。ね、1分耐えて、そこで置き車まで来ました。置き車まで1分耐えてくれたらそこに置ける。待機します。1分。俺ら絶対ここ押さえるぞ。ガチの戦場にいる。名古屋この到着を死守します。来れるかな、クザさん。名古屋区設置できるか、リスポン。アウト。設置したいけど、そのあれだな、フワ君がいるとこまで行きたいな。この車の裏とかあり。車の裏が熱い。俺見てるよ。それ設置したら行くわ。オッケー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 。もういいとこ設置できる。それあと30秒か。でも左のルートもちょっとずつ進行してるね。進んでるね。左もトーチから入ろうとしてる。だいぶ押してるくらい。だいぶ押してくれてる。そこで右にすごい展開されてんだよ。あ、でもそこ置けないわ、前住さん。なるほどね。俺らが右にちょっと振ったから相手が左薄くなった可能性あるな。なるほどね。マジでちょっと後ろじゃないと置けない。置けるけど、あと10秒。そこ敵ゾーン。あと10秒。いや、置ける置ける。オッケー、俺守ってるよ。見てるよ。置けるんだけど、敵が多すぎてすぐ壊されちゃうっていうのがある。中で鍵になってるから絶妙にね、そこ。バレない、バレない。置かれた。怖いよ。よし。そこ、よし、来い。15秒経って。置いたら走る。お前たちが到着したら攻めに転じる。オッケー。あと10秒で到着します。とにかく正面突破。待ってるぞ。ここいる、ここいる。オッケー、下がれ。参謀長官。これ適当に撃って。オッケー、来たよ。オッケー、来ました。
見ろマップを見ろ、水路を利用して進もう。やったワンチャン。やってない。いや分からん、やってない、遠いよ。どうなってんの。あれ双眼鏡でピンつけてくれれば。そうそう今やってるから。あの辺にいるらしいんだけどね。ここ歩くのやばい。大丈夫、俺は草、俺は草。いけるか、これいい。いやこれにしろ。俺は草、俺は草。俺たちは来水路まで行くんだ、水路まで。前の水路まで行け。今行ってる、今行ってる。チームグラス。今走れ。俺は草、俺は草。心臓捧げようぜ。オッケー。度胸ある行動絶対実践できる。オッケー、水路、オッケー、水路、水路、水路。いや、俺たちが水路になるためにはこれくらいしなきゃいけない。一旦水路ね。次行く場所、ピンください。味方のマドレーヌ、だいぶ、下がっちゃってるわ。チームハウの強さ見したろうぜ。見せてやるか。ここまでゆっくり進めて。どこまで。なるほど、斜めに切り込む感じで。これね。どっち行く。まっすぐ行く、まだ。斜めに切り込もうって感じ。斜めとまっすぐ部隊、じゃ斜め部隊とまっすぐ部隊で、後で戦場で会おうね。ここいる、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 ここいる。そこいる。ここ2人、3人、4人。多いな、そっち。ぐるって回るか。ぐるって回る。そうだね、カナカナよりかは行った方が平和かもしれないね。オッケー。あまりにも多い。一直線ルートね。多分だけど、当たってんのかな。俺も当たってるかわかんねえんだよ。いやでもそもそもこっちに目を向けてないはず、相手は。向けてない、向けてない。もうしゃがってすらね。いいぞ、いいぞ。走れ、走れ。走れ、いいか。おい、なんかこの建物良さそうじゃねえ、いった。俺、スコップ持ってやろ。そこ取んね、そこ取ってさ、リスチ立てね、ここに。確かに、次のリスポン欲しいかも。いいね。ありありあり。なんかピクニックみたいになってきたな。なあ。平和じゃん。敵殺して。耐えてるぞ、ここにリスを置けたら。マジでかい。よし、今ピン刺してる目の位置のとおり見といてほしい。ここピンやばい、ここピンじゃない、ここやばいぞ。立てれたら、ここ立てれたら世界変えれる。なおやこマジで世界変える。目の位置ね。裏見とく、裏見。こっちに水路ある。この溝から行けるぞ。いいね、ハウス状態。水路部隊行きましょう。行こう行こう行こう行くぞ。ドブネズミのごとく入り込んで。なんだなんだ、ドローにまみれよ。どっからどっから。左から弾が置けるそこに。左か。でもこの溝、戦車いた。どこどこ。戦車が水路走ってます。このお前その武器は N 側 N よ。戦車いる。 N って何。待て待て待て、今リロードしてる。いけるいける、当てろ。戦車、戦車目お願いします。あの戦車を止める。戦車で戦争ですか。やばい、グレ投げよう。グレ、これが戦争。まだいるね。あ、でもボロボロだ。ボロボロだぞ。私グレネード投げます。待って、敵痛い。エグゼー。やば。右側と左側どっち敵。みんな。グレネードが痛い。みんな。ダメネードっていう実績が解除された。どこにいる。そのピンのところにいた。起こせる。あ、いなかった。死んだ俺。俺がいるぞそこには。グレネード投げようとして撃たれて落ちた。グレネードで死んだ自分で。よくある戦争映画みたいな。戦争あるある。みんなで死んだ。やった。お前らの、お前らのこと倒そうとした敵は俺は死にません。俺のリス位置の後ろ側からいるね。死んでみた。オッケー、リスポンしないとやばいかも。守るぜ。一旦みんなが復活待ってるわ。オッケー、リスを守る。俺なんでかわかんないけどまだ生きてるわ。当然せ。うわ、めっちゃ近くいるわ。えぐえぐえぐ。頑張って守って、そのリスポン。潰しに来てるかな。潰しに来てるね。あと2秒。何回もリスポンしちゃう。味方もっとリスポンしてくれよここで。これ俺らの分隊しかできないんじゃない？えぐい。あれやった。ナイス。ナイス。オッケー。昨日俺やってる。あと信じれるな俺たちだけかよ。この道まだ取ってるぞ俺が。あーし。エリオ！うわー！吹き飛んだんだけど。うわ完全に。でも俺らに注目が向けば左が通るかもしれない。左が通る。穴が開く。カナカナ一旦そっち行くよ。まだリッシー生きてる。まだ生きてる。いけ。守り通せ、守り通せ。カナカナ行けるか。コース先に行かない。どこ、ここれ。カナカナ大丈夫か。敵がいるたくさん。あ、リスポンできなかった。壊された。リスポン壊された。壊された。いって。でもなんかすげえ右側にない一個。すげえ右側にあるやついかね。なんかこれどうやって作ったんだ。右側のやつの方がいいでしょこれ。これどこに上げていくか。これ上の方にさ補給トラックとか言ってんのこれ何。これピクニックしよう。容赦ねえよ。右側飛ぶよ。オッケー。飛んだ飛んだ飛んだ。え、これさ俺も作りたいんだけど。これ右側ってどこ。あそこね、ギャリソンね。これなんか司令官しか作れないらしい。ギャリソンは。なるほどね。なんでその右上作れたの。右誰か作ったのこれ。ギャリソン多分司令官が突撃して作ったんでしょ。
司令官は多分なんかお前に権限渡すみたいなことできたんじゃない。その場所えぐいね。とりあえずさっきのこの辺まで行くか。そうだね。だ逆に仲間っぽいっしょ、このど真ん中は。そうね、ど真ん中逆にな、逆に仲間でしょ、まあ、当時かまだ残ってるからな。堂々としてるな今。金井さんどこだ。今ね、生き返ろうとしてる。あ、オッケーオッケーオッケー。水路に生き返った。後ろから向かう。オッケー。あんまり距離離れてないし大丈夫。大丈夫、ね、まあ正面耐えてくれてるからね、マドレーヌ農場たちが。オッケー、水路来た。この水路が俺たちを隠してくれる。このままグルートトーチカまで繋がってるから、これ。そうね、繋がってる。オッケー、このままじゃあグルートトーチカまで攻めよう、俺ら。オッケー。横から穴開ける感じね。風穴開けようぜ。レンズだ。もっとさ、上から回ってもいいけどね、この。ああ、行ってみよう。あの、一番太い水路まで行く。行く？これ上まで。ああ。こっちから降りるより。で、ここから下に降りてもいいよ。水路大作戦いるぞ、こてき。方法に。いや違う、いないいない、ね。オッケー。あのでけえ家行こうぜ、じゃあこの。あ、行くか。アウトコースどっか建てたくね。オッケーオッケーオッケー。建てたい建てたい。そうでけえ家に建てようぜ、じゃあ。名古屋港。そうでないよりだ。あの辺に。今のところ敵家見えないね。いない。オッケー、ナイス。こっから行こう。オッケーで上から回っていく感じで行く。いいんじゃない？なさみこも。マジでだって全然攻めれてないもんな、相手も。そう、味方な、いや、マドレーヌの硬さがやっぱね、売りなのかもしれないね。マドレーヌの硬さ、あそこ守ってくれてる。これ家クリアリング一応そのうちに俺たちが穴を開けるんだ。怖えよ。これ死んだらやばいな。任せろ。近づくよ。近くに敵を発見。オーケー。了解。オッケー。ピン、ここにね、いる。家中いる？家中はいないかな。うん、全然違う。家中大丈夫。多分そこにいるってことは家中まで来れてねえわ。マジでさ、立っててもいいぞ。そうね。そっち行こうかな。前を守るよ。なんだ。どこだどこだどこだ。ああ、ここ。このピンこのピン。よくもまあピンポイント。そこね。いやいや、俺たち。カンって音はさ、鉄に当たったと、それとも頭に当たった。頭に当たった音。それ。で、落とせてるってこと？うん、落としてるってことだね、多分。なんかやれそうな感じするけど、あ、俺はまだいる、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 まだいる。中、家中いる、家中。家中、家中は？建てられない。あの中にね、見えた、見えた、見えた、動きが。この家？あの家、うわぁ、うめぇ！あの、道路に出てる、俺やられた。オッケー、立地建てよう、絶対にここに。あのね、この辺り、建てられない。うわ、家中は無理かも、ワンちゃん。家中無理だ。多分、近くにいるのかもね。あのね、高部隊しかこの辺は取れないらしい。何？奥すぎるとみたいな。あ、ごめん死んだ。危ね。そっちも多いか。なんか敵のなんだろう、拠点に近すぎて無理みたいな感じだと思う、ね、多分。マドレーヌ大丈夫そう？マドレーヌどうなった？マドレーヌどう？マドレーヌはまだ耐えてくれてるな。オッケーオッケー。全然耐えてるな。だから結構相手よ、こっちが。こっちがもう10人くらいは来る。横から来てる。なんで？やっぱ後ろからね、詰めてきてるわ。あ、後ろでも味方も挟み込んでる、それ。で、ワンチャン。一人やった。置けないな。この辺置けないかな。で、先生。まだグルートに近づけてすらいないからな。ね。ね、近づきてえわ。の。もうちょい下だったら炊けるのかな、バイジンさん。なんかあんのかね、相手とかに行っちゃうか。グルートトーチから穴を開ける。そう。いや、どこかに置きたいな。でもみんながまだ全戦維持してくれてるからなんか。血吐いてる絶対。死にそうだ。死んだやつおるな。足滑らして水路に落ちた。わお。ここ敵いる。半端ない深い場所あったよ。そこか、そのクロスのとかやっぱ守ってんな。どれにうーん。そこやりたいね、そこ潰して進んでいきたい。まあ、でももっと上から行ってもいいけどね、ちゃんと。上から行くか、これ。ジョルダン運河ぐらいから行くもん。ジョルウン。もう、ここの今、あ、今いるとこ、今いるとこ。まあ、でもやっぱ作戦的にはやっぱ大回りするのがやっぱ強いですからね。ね、波状攻撃とか俺らさ、このままここから上行かね。リスポンチ破壊されたんだけど。リスポンチ置いてよ。え、俺らのリスポンチ点が破壊された。破壊された。置けない。マジンさんこの辺にも。この辺も置けないね。オッケー。重い重い。
どの辺なら置けるんだろう。結構重要なリスポン破壊された感あるな。あちゃいやこれやばい結構。あ前住さんがどっかに何としても置きたいんだけど。まあ一旦ちょっと別のところから復帰して穴探そう。あのたメインのやつね壊されたもんら。こんちゃーす。こんちゃーす。無理かなマドレーヌ押せないかな。あえてこのど真ん中を突っ切るということで。あなんかゴースティングされてるのでバップは映さないでいただけるとありがたいです。日本人の人が言ってる。お前もゴースティングやん。どうやれば映さないことができる。やばいですね。映さないはもうだって M キー押すなってことじゃない。ってことはね。大丈夫そうかな。M キー押すなは。どこだどこだ。起動するかっきり入れられないかぎりだ。ジャパニーズ。うわごめん。死んじゃった。これ無理だよな。多分ないよ、あとリスポーン。リスポーン受けるよ。うわ。でも適当に撃たれて死ぬ。受ける？だいぶ後ろになっちゃうけど。置けたらでかいよ、でも。あ全然離れてるから。設置中だね、今。オッケー。オッケー、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 行こう、行こう、行こう。なんか多分。これ正面から逆に行かなくていい。なのかな。あこれどうしよう。あ空爆あ終わった。オボレーター。蘇生あれしてるのかな。隠れていいのかな。蘇生？蘇生いけるかな。なんかグルートトーチか物いっぱい飛んでね。蘇生まあまあ遠いけど待てる？一応待ってもいいけど死んでもいいよ。全然どっちでもいいよ。じゃあ待ってよかな。やべえ死ね。オッケー。最悪の場合バンされます。キッズでしょこいつ。なんでゴースティングされてる側がバーンされるんだ。何これ。どういうことや。悪いことしてねえよ。あ、チェーン入れ。やばいやばい。チェーン入れ。8分チェーン。チェーン入れる？配信。配信チェーン入れる。本当。本当です。本当らしいぞ。本当らしい。なんでこいつらの方が優勢なのこのゲームにおいては。ゴースティングの方が強いってことか。ワンチェーンが。ホースティングした方がいいってこと？うわぁ死んだ。まあなんか推奨みたいなノリになってるよね。あ遅延推奨みたいなっていうことなんですね。遅延入れるか。じゃあゲームじゃん。まあおそらくこれがラストゲーム。まあ確かに。まあまあそれはそう。まあまあ有志の美を飾ってね。まあ俺たちがサーバー立てればじゃあ。あまあそうか。うわこれ抜かれんのか。楽しかない。でもなんかここのリスイチ破壊されたってことはなんか本当だな。あれまた当たった。広々としてんな。あえて通ったらできるかな。グルートトーチか。なるほどね。ことこのゲームにおいてはやばすぎるこのポイントピンポイントで。おいマドレーヌ取られそうになってんだけど。やっちゃー。マドレーヌ取られそうになってんな。やっちゃー。これ衛星遠いよな。一回、うん、めっちゃ遠い。ちょっと衛星兵俺行けないかも。リスポンするわ。やべえよ。これどうする？マドレーヌ行く？金さんだいぶきついわこれ俺。俺ちょっといいリス地遠いけどマドレーヌ向かうわちょっと。マドレーヌ守った。だいぶ取られてるからね。どうすればいいってことか。なんで撃たれるこれ。俺もちょっとリスポンもするから。足りに来てるわ。あでマドレーヌのリスポンなくね？えもうねえよ何も。そうマドレーヌまでも遠いよな。カナさんとこれもうリスポンした。もうの地になったあそこ。カナさんリスポンしてるな。あリスポンしたリスポンした。でアウトボスリスポンする。やばいんだけど。こりゃやばいね。出てるねこれは。やばいね。むず。めっちゃピュンピュン聞こえる。後ろいる？ね。裏？マジ遠くないマドレーヌ。マドレーヌやばいね。これ設置するものがおらんのよな多分。一箇所。あマドレーヌこれ陥落した。うわいるでそこからやばい。やべえグルートトーチかにもう行けないのかそうわ俺とりあえず俺死んだから行くわ下しやべ名古屋港のキック名古屋港暴言に指定されてんだけど名古屋港キックされてる暴言やばいやばい暴言は暴言は良くないよお前暴言良くないってむちゃくちゃで草むちゃくちゃにマドレーヌ取られてんのやべえななんか狙われてんなあ、マドレーヌ取られたんだ取られたこれやばいなあ一番最初のとこ帰ってきた俺これ一番最初のとこだとまくっていくしかないねそうだそっからやるしかねえないやほんと全然逆転ないな名古屋子何言ったんだよ俺をキックしようとしたの誰ZSLM だよ名前誰だよそいつチートでねキックされそうになったそいつ
喧嘩ね。じゃあだいぶやばい話し。なんだ喧嘩。当てつけ？喧嘩してんだ。喧嘩とつなのね。じゃあ俺もじゃあ ZSLM を暴言で。あるな。戦争始まってるって。報復番外戦始まる。夜によって名古屋港。何も悪くないの。名古屋港。相手が悪かったな。名古屋港。今暴言になって入ってないのに名古屋港。めっちゃ日本人多いな。まあ。にいるね。ね。めっちゃ増えてるわ。日本で入ってんだ。方もいる。普通にリスナーでしょ。リスナーじゃないですか。入ってきた。こんな急に日本で入って話しかけてきてるから。急にかもなんか。もともとコメント欄にいて。返事がなかったからゲーム内の方のチャット映ったみたいだよ。別にゲーム内にいるわけじゃないの。あ、いや多分そのそこからスナイプしてゲーム内チャットしに来たんじゃない。もともとはコメント欄で言ってたけど。なんだこの走り走って。これどマドレーヌ取り返さんとな。もう俺だけ古軍でどっか変なとこいるもんなこれ。大自然のど真ん中いるやん。大自然のど真ん中。マドレーヌこれきちいな。マドレーヌ。マドレーヌ1回はできるけど。マドレーヌ遠いんだよな。あと何分ぐらいだよ。この試合まだ全然50分あるよ。やば。きちい。きちいずっとされるのか。途中抜けってマナー悪い行為に当たるこのゲームは。90分？どうなんだろうね。いやでも俺らが陥落されたらちなみにもう終わりだから。あまあそうね。最後まで詰められたらカランタンガイドを最後、ね、ここが最後の砦だもんね。そうこの砦壊された時点で俺らが負けてもうすぐ。でもそう簡単には取らせないと粘るんだ。俺たち諦めてねえガイドはそう簡単に打ち合えるってことでしょ。だからそういうことまだできるな。割と散歩してるもんな俺。あれマドレーヌ押し返し気味じゃない？ちょっとちょっとね、前線上げていってるよね。まだ逆転あるってことね。もう爆撃の音がどこの音かわかんない。僕もガー走ってる。上港の方帰っていくわ。あーいいね。まだ敵見えない。あーなんか爆発してる。結構ちらほらゴースティングって強いなこのゲームの今も。当たり前だろ。ゴースティング弱い。最強なんちゃうかな。マップはあんま開かなければいいってことね。ペペッて見ればいいんだね。なんだかんだゴースティング少なかったのタルコフ。まあそもそも入れる人数が少ないのと。戦車あるやん戦車。まあ確かにそうか。戦車やれそう。煙出てる戦車前方の。いいね。味方じゃないそれ。味方の戦車か。味方の戦車はある。無理出てた。今壊れたわ。どこだかわかんねえ。入れる入れ、正面いる正面いるもん。オッケー。だいぶ前線。でもマドレーヌ取り返しそうこれ。このままもうまっすぐグルートトーチが詰め。さっきの見て見て。あ？当たったんじゃないこれ。お前ね、無駄打ちすんなよ戦車がいるかもしれないのに。いるざまは前方に。え？マドレーヌ取り返した？取り返し取り返した。よしじゃああと50分でどう巻き返す？あるざまだ俺たち。すっごい諦めてね。なんか救援物資落ちてきてるよ。見えてると確実に落とせるやついる。ガックス。僕それ生きてる。これめっちゃいい。ここめっちゃいいよ。あと270メートルグレート投資家まで。おきおきいいよ。いい詰めなんかあいつ一人で詰めてる。エビオ殿。エビオ殿がやられました。俺がやられた。まずい。やべ。名古屋港も横で死んでる。名古屋港横で死んでるよ。待って、蘇生する俺が。いや、俺が頑張んないとやべえ。名古屋港つなげ。これ土の中で死んでるんだけど、助けれねえ。どこだ土の中でピクピクしてます。誰かリスポーンないわ。先生、いませんか近くに。いるんだけどな、ペペがいるんだけど、60メートル先に。ペペ、敵いるくぞ。いや、撃たれてたんだけど、かなり遠かったかな。前行くか。いやー頭出したらやられた俺も。中性兵向かってます。張り疲れてるなやっぱ。中性兵向かってます。一人やった屋上。穴入ったらね蘇生できそうな。早いかもね。でもめちゃくちゃポイント遠いよ。あでも消えそうじゃね。来ないか。もう二人やった。や家の二人やった。いや蘇生やるか復活する。うん前にやりそう
待っててくれてるし、てかマドレー取り返してるし、え、どうやってやったそれ、そのやばくね、カナエさんたち強っ、いやーごめん、目の前いた、2人やったけど中に1人だけ残ってる、ここからオッケーです、行きます、いやもう絶対俺を狙う空爆が飛んできてます、やばい、目立ってる、入ってるんだよね、今のとこヒム1人で入ってんの、やった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 、カナエさん、おもちゃ押して、また一回固まりたいよ、それ衛星兵じゃないからな、前線空いてるね、衛星兵一応向かってるけど、飛ばしたよ、もう一枚やった、もう一枚やった、起こせや、俺起こせねえから、いやマドレンのじゃ、えもう殺されたなんてよじゃないんだよあいつら、泣いてるよイブラヒムが、泣いてたよ明らかに、怒ってるよイブラヒムが、泣いちゃうってイブラヒム、もうやめろよお前ら、バンもされるし、ひどいよ、声震えてんじゃん、ちょっと待ってやばい無理だ、俺マドレーヌに行くまでの道にいる、固まれ固まれ、が今の明らかだったな、でも正直えぐい、みんなでもうギリギリ落とそう、それはもうギャリソンスポンガーやったかも、一人ナイス、オッケー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 、無駄打ちしやがって、上がれないな、やっぱあ、でもここにマドレーヌになんかできてるぞ、オッケー、長い子起こせるかも、それみんな久しぶり、えあー、久しぶり、久しぶりだポン来た、大丈夫そう、久しぶり、どんな感じこっちの戦況はい、名古屋子は何仰向けで寝てんだよ死んでる、うん、レッツゴー、いけたよ名古屋子死んでる、気をつけて、名古屋子を狙った一撃が飛んでるから、お前、あとは北上するだけ、なんで巻き背負ってんの、二宮金次郎みたいな、うわぁ爆発で人が飛んでるよ、はい、死んだ、かなえさん、おい爆弾がやばいって、なんか飛んできた、迫撃砲が、敵の情報が知りたい、敵の位置はどこですか、これ面白い、前に前に行く、前に行こう、右も左も行くぞ、リコン、いや、レフトライト、走れ走れ、よし、黙れ、ね、黙れ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 、やっすぎ、あまりにレフトサイ、ライサイな、レフトサイ、ライサイ、確実に、いやいい、頭出すな、死ぬぞこの戦争死ぬ、何ふざけたこと言ってんだ俺たちが死ぬわけねえか、動かない方がゴースティングで死ぬんだよ、正面ゴースティングでは死ぬわけねえ、常にてかうちの戦車1個なくなってんのがだいぶきつい要因やな、どこそれ、あ、全然戦おう、それ分からんの、前できる、いや、いつでいいぞ、俺たち結構入ってるぞ、まずい流れ来てるな、これあー、まず家の陰にいる、家影ね、見えねえ、ちなみに家影、家の中、外、家の外の裏側、家の裏側、行ってー、なんか、なんかよくわかんない、斜めやれた、エビオエビオ、ありがとうエビオ、エビオ水の中やん、おわぁ、ピンポイントすぎる爆撃が、いや、爆撃、爆撃のポイントがピンポイントすぎるよ、やったやったやった、んやった、爆撃が一番爆撃はマシ、マシぐらいから飛んできてるから、マシから飛んでねえか、えぐいな、いつも2つあんな、あでもやっぱね、画面を隠したままスポンした爆撃飛んでこなかったわなるほどね、この右上の後ろに右上のキック投票が止めのないな、止めのないね、しかもこいつあれやん、いや、こいつはさすがにイエス、イエス押しといた、さすがにイエス、オッケー、ここ、ここ、やばい、いやもうおかしいな、ここ落とした、2人やった、2人やったから、やべえ、戦場に爆撃を落とすのって相当きついはずなのにね、こんな広いのにこんな、こんな広いのにドピンポイントで俺らの体吹き飛ばすからな、うめえな、うめえわ、めちゃくちゃやり込んでる、シンプルな技量で負けてる感じするもん、ごめん、カネさんだ、なんでごめんごめんごめん、いや、敵いたんだよ、なるほどね、かすっちゃったな、弾が、てか、おもろいね、いこのゲーム、後ほどためには隠さないといけない、なるほどね、遅延画面真っ暗、俺たちは屈しないぞ、そんなのに、もう畳で配信する、ゲーム画面、あ、いいな、リスナー、リスナー家で楽しんでもらうみたいな、音声だけでも、音声だけにうわぁ臨場感で、天井のガチでやばいだろ、天井の臨場感一回やってみるか、一回ちょっと音声のみにしてみる、痛いって、音声のみにしたわ、衛星兵いるか、
いい、ちょっとサウンドオンリーで。サウンドオンリーでいい。一回サウンドオンリーでやっとくか、この一回やってみるか。一旦ね。ボイスボイスドラマ。戦場、戦場ボイスドラマ。戦場ボイスドラマ。クズ、生きろー、あー、無理か、それ。うわぁ、死にましたね。自害した。フォローする。あー、うわぁ、死んだよ。助けれなかった、俺は君のこと。そういう問題じゃないのかも。心の目で。今のは予想ついた感あるな。そうね。あんま効果ない、もしかして。いや、これからじゃない。これからか、まだ。確かに。今からだね。こっから俺らが変なところにリス叩いて、裏取りとかしたら絶対刺さる。うん、いた。確かに。やっと始まった俺らの戦い。やっと始まったよ。でもやっぱね、やってましたよ。あるからね。ゲーム、このゲーム。映像なんていらなかったんだって。どうしたらもうお手上げです、相手。これで俺らの…いやー、やべえとこいる、右の田畑に神プレイがね。神プレイがね。ミスタル剣の飛び出す、ね、まず何も飛んでこねえな。何なんか普通に痛いけど、なんかね、右側の方にね、あの沼の中いる。なんか撃たれるよな、音声のみっつっても。どうしたらわかんないんじゃない。こ、ああいいね。音声で対応できるか。私たちの音声ボイスです。違う、音声ボイス、音声ボイスは違う。ただそのやばすぎる、待って、関係ないかも、リスキルされてる、まあ、関係ない、枠はもう固定になっちゃってるから、そっか、ここに適当に薄ってんだと思うよ。なんか、なるほど、変える、全然関係ないとこが湧いてゆっくり上がる、まあ、やりたい。やっぱルートがシャバいのか、俺ら。バレてる、同じとこずーっと行ってるからね。全然マップ右下とかから湧いてさ、何言われてもな、困ったもんだよな。あれ、まあ、意外といけるもんだね。まあでもこの正面やっぱでも2人ぐらいめっちゃ切り込んでね。あ、でもね、いいね、俺だいぶ入れ、うわ、ぶね、ダメ、リスキルされてる、リスキルされてる、死んでみたわ。このリスキルは絶対適当だな。もうマップギリ分かる、まあ試しでなってるの。なんかフレンド来たって、ゴーストの人から。フレンド審査来ると。なんて人、なんかめっちゃ入り込まれてる、ね、安倍さん安倍さん子供じゃん、やっぱり。え、でも来たって、伝えたかった、出てない、クズハさん、何か言いたいことがあったのかもよ。いや、確かに伝えたいことだって、実際俺らは読んでなかったから、その規約に気づけなかったから、言ってくれなきゃね。じゃあこのギャリソンリスポーンシャープ、まあ、規約なのかな、規約なの、電池、だってバンされるって規約じゃない。まあそもそも結構あの、なんだろう、運営がしっかりこうしてるっていうのもなんかコミュニティがあるみたいだから、そういうのがあるのかもね、コミュニティ内での決まりみたいな。なんか人吹き飛んだけど、え、ゲーム版できるほどコミュニティの決まりが強いってこと。なんかコミュニティのあれが大きければ大きいだけそういうのがあるんじゃない、わからんけどね。そもそもサーバー立ててんのがどこかわかんないし、これユーザーとかどっかのあれなのか。確かに、そういうこと。そのなるほどなるほど、それならと思うよ。デイズみたいなノリの、そうそうそう、サーバーごと、やっと理解したわ。厳しいね。あ、じゃあこのサーバーに入れなくなりますよ、このサーバーを消えられるってことか。よくあるよね、そういう、こういうサーバーとかでもある。それこそ BF とかでもね。あ、それならやっと納得できた。なんかゲーム全体でそういうあれなのかなって思ったけど、まあその力があってさ、ちょっとびっくりだもん、そのノリか。でもここ熱くない、じゃあ結構あるな、それなら。まあでも言い方的にはその人がっていうよりもそういう場合があるだから、その人は多分サーバーの運営には関わってないんじゃない。うん、え、今度これさ、こっちからもうがっつり行こうぜ。え、全然砲撃飛んでこなくなったわ。でもなんか公式サーバーなら別に本来なら大丈夫ってことじゃない。そういうことね。俺が適当に選んだサーバーだから、ルールがあれかもね。あったのかもね。もしかしたらね。ルール締めてた。いや、それならもう納得いくもんな。だって、立ててるのに、ゴースティングのせいでゲームにならなかったら。うん。思うなくなるもんね。いや、まあゴースティングするやつが一番悪いと思うけど。俺たちは悪くないよ。俺たちがサーバー立てよう。まあそうなる、そうなる。サーバー借りるしかないな。なるほどね。日本で流行ってないから。ゴースティングオーケー。そのまま。どこ、どそれ、ここ行きたくない？それ上行こうよ、なんかクズハと、まあ、あ、今フワッチについててるよ。あ、フワッチがだいぶやばい方に行ってるぞ、それ。ただ俺はマドレーヌに吸い込まれてってるわ。ほんとだ
それまた戻れないんだけど。吸い込まれてってるって。でも、ずはこれ上登れんじゃね。いける？いや、溺れると思うぞ。まさか、俺が溺れたことあるか？あ、いけるか。素晴らしい。あれ、ね、だよ。溺れないか。よしよし。うわ。これイブラヒも歩くね。どうするこれ。ここ正面突きようぜ。そうだな。メインストリートを北上するよ。ここやばくない？ピチャピチャしてます僕たち。やばい走れねえぞここ。名古屋港に回おうぜ。逆にやられづらいかもね。しゃがんだらもう撃たれてる。撃たれてる。ここでも安全、ここ安全。大丈夫大丈夫。もう大幕。水の中でもなんか木巻きゃいいっしょ。撃たれた。前こっちの道こっちの道こっちの道。溺れた。全然撃たれた。そこも横切んの死んだ撃たれたし溺れたし。ここ結構みんなね大切な砲弾飛んだからだったね。金さんも今合流できるかもこっち側に今ね頑張って走ったよ、ね、飛びますそっち。これ今もう全員ずっとやばく、ね、ずっと畳今畳か行った。俺も畳だ今畳畳これ急いでさ行かね。どっちかも音声ボイスになってる今色味変えたりしたけど、極端に撃たれなくなったから俺。じゃあボイスをお届けします。極端にあの敵に狙わなくなった。おもう突きろぜ。あのグルートトーチか取れたらあの撃つすかじゃあ。待って敵戦車じゃないこれ。え敵戦車ある。エビオ。いやこれ。これ壊せる人いない敵戦車。俺は無理や。やめろ気づくな。俺たちを認識するな。味方が。怖えマジで怖え。いるいるいるそれ。オッケー一人やった一人やった。味方が撃ってくれて。です。この戦車あれマドレーヌもヤバそうじゃない？敵の数かなえさん。マドレーヌおらんな。いやでもマドレーヌに敵が今集中してる間に。うん今。二発目。俺たちハウ部隊の大チャンスですよ。グレ投げるグレ投げる。いけるね。グレ投げてる。ごめんグレと行き過ぎたもんグレが。やばいそのグレやばい。グレが？痛い。ごめん。大丈夫です。ギリ生きてる。いや爆発してる。家方面に木投げるわ。よう爆発するよ。やばい引かれるそれ。撃ったらいいんじゃない。引かれる引かれる。大丈夫か？もうちょい破壊できそうだけどな。撃とう撃とう撃とう。ちょっと待ってやばい。一応銃弾も効果あるの？ああマドレーヌまた取られてるけど。でも引かれた扱いなのか。なんてやつだよ。入れて敵近いよ。これ起こせるんだ。気合いの姿勢。マドレーヌ取り返さないと。グレ投げるよ、グレ投げるよ。めっちゃいるやん、戦車。グレ投げてるよ。いいよ。いや、先生、先生、先生。さあ、やばすぎか。カナダ、それやれるか、俺らに。頑張れ、頑張れ。やるか、一体。殴れ、シャベルで。戦車硬いよ。シャベル。お前ら、何やってんだよ。カナダの戦車でナイフで戦ってたぞ、今。男すぎるよ、カナダさん、ちょっと。中東で。やばい、リスポーンが全然ねえ。もう全部取られてね。ギャリソンリスポーン1。あ、やばい、これしかもカランタンももう落ちるぞ。まずいね。これは負けたな。終わってしまう。え、ずっと同じ画面だとバンされんの？ YouTube。YouTube とこのマップのバンだったら俺ちょっと、どっちの優先したらいいんだろう。ゲーム戻すか。全然やめるよ。ちょっと戻すか。一瞬ね。一旦戻すか。何も動いてないと YouTube バンされちゃうから文字とか動かしたりとか。まあでもね、そういうなんかあれしなくちゃいけない。まあでも俺たちのカランタもどうせ死にせんし。あー俺大丈夫、地面見て走るからさ。俺マップ見ねえしじゃん。うん、どこにたどり着くかはまあわからん。やばいだろ。でもマップずっと出しとくわ。あーオッケーオッケー。あえてね。あ、戦車おるわよこれ。あ、味方や。めんげー。あぶね。味方と敵の戦士何でもう超やりてえじゃんこのゲーム配信で。でもだいぶ面白いんだよな。いや面白いねけど、ちょっと大変かもね。だいぶエグい向けじゃないわやっぱこれ。いややっぱよかった。かったな。でもなんか十分お金の分は遊んでる。まあ、確かにね、空気感俺たちは成長に行ったよ。実際に成長に行ったよ。いやこのゲームやっぱ覇権あるわ。あるな。これから来る。二三時半。これから来る。あ、なんか普通に押し返してない？カランタン。もう多分だけど、ストリーマーが目をつけて押し寄せたら、ホースティングどうのこうのみたいなもなんかうやむやになって。対策される。あるな。うやむやになって。の都度バンしますよって来る。リアルな戦場に行く機会ってねえからな。あ、待って目の前いるわそれスモークんとこ。バトルフィールドよりも結構あれだね。スモークの中にいるか。いやでも BF やってみたくなったわ。
いやね、確かにね。あー、これをもっとカジュアルにした感じやな。そうだね、こっちはかなり渋いからね。やばい、死んだわ、味方。どう地下に着いたわ。素晴らしい。浮いてね。でもそこロックかかってるよ、残念ながら。マドレーヌはお前らが取れ。マドレーヌ取ったら小僧さんが俺はちょっと画面を隠す。オッケー、潜入する。バレるなよ。オッケー、なるほどね。やられた、僕抜かれた。どれだけ画面隠そうか、俺がずっとやばい。いや大丈夫大丈夫大丈夫、正確な位置さえバレなきゃ俺隠れとくから。任せろ、マドレーヌ俺たちに任せろ。オッケー、マドレーヌ絶対取る。真ん中取れてたら勝ちだから。平原すぎるから。ここなんだ。確かに2時3時50人はまあ詰まるし、じゃああと相手の50人は3時全員集めるやろ。どう集め、確かに2時3時で50人50人でできるな。100人いるから。カスタマッチできる。カスタマッチやる。100人このゲームやるのやばすぎだろ。なんかたま近くに飛んできてる。やばい。いるか。 BF って何対何本なの。痛い、目の前。あーもう今ちゃん死んだね。32対32かな。あー、一応そこグレ投げて牽制しとくか。やった、一人やった、一人やった。ナイス。二人いるよ、二人まだ生きてる。いや、トーチまだあっちいる。あー死んだ。あっちにいるんだよね。ぐちゃぐちゃだ。マドレーヌ取りたいけどな。いけるか。俺が衛星兵だったら蘇生できないのかな、この。そうね。どこだ、カメさん。今のカメ。と。の、野原。あー、そこか。空を見てる。いやー、俺も抜かれたわ。おったー、まだ。ずー。くー。くー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 。マジか。途中抜けバットマナーなんかね。まあでも50人対 ね、50人言うとりますもんね。まあ途中抜けね、全然俺配信してなかったやるけど。さすがに1時間半のゲームだったら、まあ1戦がやっぱりちょっと長いボリュームがね。うん、さすがに1時間半の時は途中抜け無理ってきついよな。ご飯も食べれませんし。全然そうだ。もう VTuber 中で最強決定戦するしかないからな。これで。そうね。これで。これでね。頼むか。これが VTuber 最強決定戦。ガチで楽しそうやけどな。渋谷春に。いねんだよ。だって6の分隊を8個作って、6人チームを8個作って。その中さらに。カスタムとかなしでぶっつけ本番でね。招待みたいなのができるのが熱いわ。ね、そう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 。ね、BF でやった方が良くない。絶対 BF でやった方がいい、ちなみに。これじゃなくていいかも、それ。ああ、そっか。このゲームでやるかも、ちょっとあるか、それ。いや、このゲームはこのゲームでおもろいけどな。いや、おもろい、ね。BF と違う面白さあるけど、ね。そうそうそう。そうね、いや、まあ全然 BF やったことないんだけど。チームにドラマがね、生まれそうな感じがね。そう、確かに。あまりにももろいおかげで。ハイテクすぎないのもいいよな。だって一発でしね。これだってあれでしょ。1944年とかそういう感じでしょ、だって。舞台がね。ああ、舞台がね。逆にそれがいいみたいなね、あるよね。しゃあ。え、なんか死んでない？イブラヒム隣の人。え、俺の隣の人死んでるな。この草にいる。うわ。その草にいるんすよ。ゲームとしたら全然おもろい。これ川あるせいで結構あれか、通れる道限られてるんだろ。ゼハそこ行けんの。いや、なんか眉住海が行けなかった。ジャンプで行けるんだ、ワンチャン。行けそうじゃん。あ、そういう登り方できるんだ。うん、普通に行けるぞ、これ。お前、なんで落ちた、眉住。え、なんか、普通に無理だって、俺は逆に。なんか戦車いいね、ゼハ。え、これ、味方っしょ、さすがに。味方か、さすがに。大丈夫かじゃん。あっ、ね、なんかマーク立ってねえけど、倒しきれてなかったか今の。あ、マーク立ってない。まあ味方っしょ、さすがに。味方か、落ちてる。うっ、すごっ。多分味方。穴開いてんね。なんか、こういう穴とかを随時戦場で作って、ジャックシバ多分死んだな、これ。やってる感じなんだろうな。オッケー。あ、いた。取れた？え、なんか取れた。アドネね、なんかカランタンを変えられてる。遠いんだよな、こっからカランタン行くの。走れ。走れ。マドレーヌ行けばいいの？よいしょ。マドネールで。なんか引っかかってる、アビ方。戦車下手なやつしかいねえ、そうそう。
まだ引っかかってるよ、こいつ。こっちで見る戦車みんな下手だよな。戦車が戦車に引っかかってる、しかも。してるよな、戦車。戦車同士引っ張り合ってるとか。左からちょっと穴開けるのいい感じかもの。逆にね。あ、いた、敵いたわ、敵いた。やる、絶対やる、絶対やる。タランタン取られるぞ。あれ、押し返してんのかな、どんな感じこれ。タランタン取られるの気まずいって。いやーいやー、タランタンを取られたらもう終わりか。打ち合い負けた、裏回れてた、くそ。ドイツか。ドイツ有利マップなの、ここ。ああ。どういうこと？ドイツ有利マップなの？俺らどっちだっけ？あ、仲間誰もいないと思ったら横いた。俺ら自身がドイツだ。俺らドイツじゃねえわ。アメリカ？にしたんだっけ結局？あれ？あれどっちだっけ？いやドイツ、ドイツにしたよ。あ、ドイツか。とんでもない爆撃受けてる。パないよ。なんかでも穴開けそうなんだよ。やばそう、何あそこ。イブちゃんついてくね。目の前にしてあります。ドイツドイツドイツ、目の前いる。いや、イブちゃんいないよ。あ、史実だとドイツが有利だったんだ。へぇへぇ、史実だとか、なんか史実だと有利とかなのか、勝ち負けじゃなくて。まあまあそうだけど、まあでも土地的にね、割と史実通りって言いますしね。史実に基づいてるんだ。なんか味方打ちてえな。やば。走って死ぬ繰り返す感じになっちゃったな。ちょっとね。マップの。いやでも最初の結構楽しかったね。めっちゃ怖かったね。で見てマドレールのゲージ、あ、途中止まんのかあれ。ちょっとずつなんか押し返しそうな感じある。いやね。いやでもこれなんか全然なんかね、イベンジあるな。可能性感じる。まだまだ。ちょっと新しい感じでおもろかった普通に。なんかさ、先頭にすごいリスポーン地点耐えて動いてるやつらいない。窓の上側に。あ、本当に、いや本当だ。本当だ、混じってる。紛れ込んでた。紛れ込んでる。俺なんか一人舞台でなんか変なとこいるもん。いいぞ。戦車あれ味方か。あれ死んだ。これ味方、あ、近づかないと分かんないんだよ、戦車味方かどうかって。お、マドレーヌを。え、患者さん死んだ。取り返そうとしてる。あ、でも行けるぞ。なんだお前、死んだよーん。みんな死んでく。あれマドレーヌ取れそうだね。でもカランタンも同時に取られそうなんだよ。カランタン、いやでもマドレーヌさえ取れたらカランタンには入れないんじゃね。まあ、確かに。まあ、なんかマドレーヌカランタン取られたら負けっぽいぞこれ。いやカランタンだけ。あ、でも待って、エアヘッドリスポーンあるじゃん。なんかこれめっちゃよくねそれ。ね、エアヘッドなんだ。誰が作ったんだ。マドレーヌ付近のリスポーン。でもカランタンエグいってこれ。カランタンエグいな。カランタンエグいって。マドリーヌ取れたらカランタンはどうなるんだろう。先取れば6かかるんじゃね。ああそうだ、先取れば6かかる。すごいエフェクトマジで入るぞ。やばいやばいやばい、エグい爆撃出てるけど。マドリーヌ取れるぞ。取れる、取ろうぜマドリーヌ。先に取れ先に取れ、先に取ったらある。どっちまえどっちまえ。おめっちゃ VC 入っとるって。ここくぐれない、ここくぐれない。みんなこっち来てるけどこっちくぐれない。わーお。それカランタ守りに行こうかな。よく見えたね。もうちょい取れそうだぞ。ダメだったんだ。間に合わなかったか。負けたー。取れそうだったけどな、マドレーヌ。惜しかったな、今な。完全に不完全燃焼になったんだけど。ね。微妙な感じ。これが現状。なんか、途中からなんか変なのになっちゃったな。ね、なんかちょっと。バンされるやら、されへんやらな。初めてさ、ゴースティングにゴースティングされるなって説教されるの。まあでもサーバーのルールならまあしゃあないな。うん、まあしゃあないね。まあでもおもろかった。多分実際にこのサーバーがそのルールだったかどうかっていうよりかは、サーバーのルールによってはそういう。まあ確かに結構暗黙の了解でそういう世界なのかもしれないね。場合によってはバンされますよって言ってね、バン権限ない人だから、サーバー主ではないと思う。配信であんま映しすぎるとみたいな。なんかっていうこと。
はい、とサーバーから出る。まあはい、やるにしてももう極限まで入るサーバーを隠すしかない。遅延とかだね。あとはサーバー隠すとか遅延とか。まあ遅延かけたら入れないもんね。同じ。てかなんかストリーマーモードみたいなあるんでしょ。あれだけど、ストリーマーモードは何なんだこれ。別にストリーマーモードでマップが隠されるわけでは特にない。じゃあ嘘なのかな。左上とかいやそのなんか多分こういうことじゃん。隠さなきゃいけない情報が。M キーを押さないと出なかったみんな。うん、うん、あ、じゃあもう全然関係ないね。ワイプがあるわけでもないんだったら。ありがとう、私んだ。でも面白かったな。おもろかった、おもろかった、普通に。ね、ゲームはおもろいけど。あんまやる系のゲームじゃなかったけど。次始まっちゃうけども。ね、あ、もう抜けたけどね。抜けますか。あ、危ない危ない。ヒュルヒュルトゲンの森。ヒュルトゲンの森。やりだしたら90分だからな。面白そうだな、ヒュルト。まあいい戦闘でしたよ、かなり。なんかね、対策考えてまた改めて。そうだね。そうね。なんかうまいこと隠してみたいな。まあね。マップだからな。まあ確かにマップは見るわな。見なきゃ戦況読めなくて無理よな。マップだよな。もの楽しかった、普通に。ね。おもろかった。サーバーレンタルっていう項目あるからレンタルするかやるとなったらサーバー買ってそうね。なんかまた全然俺たちハウ部隊がラブ部隊がね突撃する可能性ありますまあそうね、刺さってたもんね、うん、最初はかなり、うん、最初のマップめっちゃおもろかったわ。おもろかった、一番元気だったしね。元気、元気さも重要だよ。元気やったもんな。天井ボイスの元気出し尽くしたかもったよ。一試合はしゃぎすぎたもんな。後半ちょっと疲れるって。しかみんな言ってたのに。エイセーってずっと言ってたもん。後半もなんかうわ死んだ。いやなんかね、ひどい人で殺されすぎて慣れちゃったね。ちょっとおかしくなっちゃったね、途中から。おかしくなっちゃったね。終わりっすね。このゲーム左下の終了のとこ選ぼうとするともうたくさんだ撤退するって出てくるからまあ今の俺たちを表して俺たちを表してもうたくさんだと、はい、撤退させてもらおうか。ありがとうございました皆さん。またマイクラありがとうございましたということで、ありがとうございました。ありがとうございました。いやでも面白いからぜひやってみてほしいわ。いやガチでおもろいゲーム、こういうゲームハラハラだし、うん、こういうゲーム意外と死のストレスがないね。うん、意外とね、脇位置が近くできるからかな多分。確かにリスポーン立てるっていうのも戦略であるのがおもろい。友達とマッチングするのも楽。うん、僕らがパッてできるぐらいにはマッチングしやすいから。プリメイドないけど、え、これプリメイドじゃないの？プリメイドではない。ああ、サーバーに普通に入ってって感じ。サーバー内で組んでるからね。じゃあ落ちはい、おつまたどこかで。はい、あ、まだか。はい、いたしましょう。おやすみなさい。